これとこれです、うん、全部これです。ツイッチってラグが1分ぐらいあるから、コメントそんなに。そうなんですよ、ラグが。あ、いいです、いいです、全然していいです。反応していいですし、まあ、困るやつは全部無視してください。お、来た。もうちょい、もうちょいか。でもうちょいってことは、でもこれがまず入ってる可能性ありますからね。ああ、はいはいはい。こっちにはまだ来てないですけど、こっちにもう入ってる可能性ありますから、ね、はいはい。どれぐらい出てるかちょっと見ましょうよ、また。お、来た。もうちょい、もうちょいか。いや、結構な、結構ラグありますね。ラグ結構ありますね、これ。まあまあまあ。30秒近くあるんじゃないですか、でもこれ、ラグ。調査でやすいように変えます、ね、この方がいいか。いやいや、全然。私、渋谷配信やってましたね。あれどうやってたんですか、渋谷配信は。これはね、あの時はね、パソコンが2台あって、やっぱ1台はな、適用で、はい。ほうほうほう。こういう感じですか。いや、1台ノートパソコン。配信用ノートパソコンで、配信して、適用の。適用の、別のモニターで横に置いて。あ、なるほど。でも横だったんですね。横にいるって言って、まあ、2拠点あるとやっぱ便利ですよね、まあ、何かのね、あれ2つだってきついんだよな、やっぱりマイクが入ってないっぽい。誰のマイクだ、ヒロさん入ってない、マイクちゃんとつけた方がいいのか。ああ、そっちの方がいい。もうめっちゃもうこじゃってるから、あのキスするぐらいの勢いで、ああ、それを近づけるか。これを近づけるか入ってる、入ってますそうか、ちょっとこれ緩いんだよな。シロさんのマイク入ったらちょっと始められんわ。確かに。さっきのじゃあ感度あったマイクに変えますか。そっちだと短い。あ、でも落ちてほしい。ちょっと上。来た。あ、入った。あ、そっか。時間差だか。はいはいはい。そっかそっか。じゃあいける。じゃあいけるですかね。いけますかね。はいはい。多分、後々多分声が張ってくると思ってた。確かにね。最初の方だらっと。まだね、何も。まあ、何も入ってないから、はい、確かにマイクどこじゃないですか。確かにマイクが入ってないところじゃないですか。何も入ってない。はいはいはい、入ってないもんようなもんだね。そうですね、何も入ってない。総合的に考えると入ってないです。入ってる、どう見ても入ってる、どう見ても入ってる。オッケー。じゃあ始めましょうか。早速ですが、はい、まあ、まあオンラインでいいよね。オンラインでいきなり行きますか。そうだね、小松圭介さん裏方に徹しますね。ね、話しかけたのに一言も喋んねえ。うなずく。ここの感じもちょっと見たいんですよ。確かに。ケイスケさんとシロさんのその関係性とか。はい、ああ。ちょっと見たいんですよ。意外と。今日こんなおしゃれしてるのに。確かに。おしゃれしてるかどうかわかんないですけど、なんか俺的には結構今日おしゃれだと思ってるんですよ。ね、やる気満々じゃん、なんやかんや言って。いや、そうなんですよ。今漫才の前。今年やる方って毎年言ってんじゃん、それ。いや、今漫才でもない顔したもんだって絶対。今ちょっと半分顔合わせたもん、ちょっと。そうですね、結構意外とお互い結構ずっとね、なんかこう、そうですね、同じ世界にいながら往年の接点がありそうであまりなかったみたいな。なるほど、はいはいはい、そのパターン。そうで、あのちょっと16年ぐらい前に、はい、あのゼロスやってて、あの地球ってやつとすげえ仲良くて、はい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 、お互い泊まり合ってるぐらいの中で、でその時になんかこう圭介ってやつ今度紹介するから一緒に飲もうよみたいなって地球に言われてて、その接点が実現しないまま16年経ってしまった。もしそこでその接点が あの実現してたら、今こう16年来の友人関係という。確かにそうですよね。なるほど。ただそう、まあそういうね、なんかこう話はいろいろ聞いてて、ただまあお互いやるゲームもいろいろ違ったりして、はいはいはい、ただお互い存在を知りながらも、なんか割とみたいな。何やってました、それから。だからサードはやってないってことですよね。サードはほとんどやってないですね。はいはいはい。でも多分カプコンゼームとかずっとやってますよね。だからゼロスリーとか、ね、あのゼロスリーカプコンじゃない？ケイスケさんが確かずっとサードというかね、セカンドの時かなり、うん、はい、かなり、いや、セカンドの時になんかその時なんか森ってた、はい、なんかこうゲーム系の掲示板とかによく書いてて、はい、自分で書いてた、自分で書いてたの、ケイスケさん、森って系の掲示板に自分で書いてた、自分で書いてたの。そんなことありましたっけ。へ、それだから事情通みたいな感じで。なるほどなるほど。
え、それ何、攻略の話とか普通に、まあ、あと攻略の話もあれば、なんかこう今都心のゲーセンではこういう感じのなるほどプレイが主流だよみたいな。へ、結構書いてましたよね。あ、そうなんだ。書いてたかな、まあ、でもそういうのあると結構ありがたいですけどね。まあでも俺書いてるときは自分で名前で名前書いて、まあ、当然当然当然掲示板って、はいはい、あの、そう、ちなみに昔の掲示板って基本的に全部名前絶対だから。そうなの、はいはいはい、名前絶対だから。確かにそれでいいな、もう懐かしいな。それいいな。まああんまり同じゲームやってないですからね。そうっすね、うん、なるほどね。でそのセカンドの時から一応名前は知ってて、セカンドはセカンドも結構やってて、はい、もともと別に何でもやる派だったんで、はい、そうするとファーストも結構やって、まあ、地元とか北海道やってて、はい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 、セカンドも結構やってて、でもそれ北海道だからあんまり情報ないから、はい、そういえば北海道ですもんね、はい、そういえば地元は。でなんかいろいろどうなってるのかなって掲示板とか見たら、うん、KSK なんとかなんとかって書いてる人が結構、はいはいはい、結構書いてて結構書いてたんです。それが結構印象に残って、ね、そういえば03とかも北海道代表とか、そうそうそう、ね、見ましたもんね、あの動画、うん、幼い白さんがいるんですよね。ねえ、あの漫画にもね、梅原から漫画にも出てくるから。あ、そうなんですか。そう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 、へ、どう見てもシローさんじゃんっていう、もうキャラが別にあの喋ってる喋んないですよね。あのなんか、あ、喋んないんだ、並んでるだけみたいな、ね、並んでる、あ、まあ、ただ一応北海道代表みたいな感じで、はい、でもどう見てもシローさんそこまで結構気合入ってるんじゃないですか。そう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 、分かりやすいようにちゃんと。でその地球さんとかもいるっすよね、確か。ああ、いたいたいた、そうですね、出てます。へえ、3位ぐらいだったから、はいはい、ソドンとか。あ、確かにいたな、地球。懐かしいな、この間この間ちょっと飲み会みたいなとこであって、はいはいはい、そうっすよね、すんげえ見た目変わってて。あ、そうなんだ、びっくりした。昔はすごい細かったよね。そう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 、最近見て、最近とか1年ぐらい前かな、見て、おっさんになっちゃってね。それなんか昔と変わったなってプレイヤーっていいですか。 R さんとかどうですか。 R はもう変わってないかな、本当かな、あんな感じですか。うん、そうなんだ。狂犬だったんですか。そう、狂犬ってないですか。狂犬ではなかったと思うけどね。あ、狂犬ではなかった狂犬ではなかったと思うよ。ではなかった。そうそうそう、なるほどね。結構前 R とかね、柏木とかあの辺とは同い人だった。で、はいはいはい、今、うん、こっちにないけど新井とか、はいはいはい、バルログの人でしょ。そうそうそう、あのベッドハーフチームのあれはみんな同い年、はいはい、同い年で、まあ、あの時は結構、若手の結構、あ、そうか、今あの時は若手だった若手ですよね、うん、若手で結構勢いある軍団みたいな感じで。なるほど。ってことはあの頃から年齢層高いですか。え、あの頃からもう格ゲーって年齢層高かったんですか。いや、そう、今ほど高くない。今ほど高くない。昔はね、20代後半ぐらいの人でも、あ、結構な大人がやってるなみたいな感じだったから。あ、そうなんだ。けど今20代、これ若い人は結構やってたのは分かるけど、けど今20代後半って言ったらさ、もうどっちかというとまだ若手から抜け出せないぐらいの確かにそうですね。だからすごい上がってるなと思って。確かにそうですね。30中堅って感じですかね。30で油が乗ってきたかなみたいな。芸人みたいになってますね。マッチみたいな。なんかこうイメージ的にはその R とか四郎さんとか、今その四郎さんの周りで仲いい人たちってなんかもうカプエス2の時からとか、ね、やっぱカプエスのイメージが強いよね。だからなストフォーで結構そのまああのまあ、トップランカーの人たちって結構カップ S 勢が多かったんで、そうだよね、当時そうなん、まあ、結構ゲーム性が近かったから、はいはい、そうだね、やっぱタコン系って結構基本が一緒だから、はい、あのボタンあの、まあ、6つボタンあってボタンがあってあとボタンね通常押した時と離した時に、ね、こう、はい、さっさとぶつけるとか、はいはいはい、あとずらし押しの猶予が、はい、まあ、結構独特だ、独特でもあったりとか、はい、あとはそのジャンプ周りの挙動が結構一緒だったりとか、はい、そうですね、スト4始めた時も何も知らなかったですから、うん、詐欺飛びとか。いやでもスト4は結構でも1つもやってましたよ、ね、そう、スト2やってたっちゃやってたけど、はい、そんなあのガチ勢じゃなかったから、はい、詳しいわけでも何でもなくて、なるほど、うん、後から覚えた感じだよね、うん、なんか俺ずっとスト3ばっかりやってたからさ、なんかスト3とあのそれ以外のカップゲーってなんかちょっとね違うんだ。あ、もう別にプレイヤー層が、はいはいはい、確かに。ちょっとね、あんまりそういう意味で、はい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 、四郎さん周り結構昔から接点が少なくて、うん、最近になってその配信によって絡むことが結構出てきた。はいはいはい、うん、確かに
じゃあなんかちょっと やっちゃうやりながら、はい、だらだらと。そうですね、よかったら。ただ全然行きましょうか。まだまだだって言ったり、ま、止めてもらってもいいですよ。そう、僕結構シロさんにね、あのいや任せた。これは何ですか、ランクマッチは。シロランクマッチかな。ランクマッチでクリエイトで常に受け付ける感じですよね。確かに。いや結構ドキドキ、ね、ドキドキするんだよ。あんまりネタバレしない。確かに。確かにそうっす。あ、やんないですか。家庭用は持ってるの、これも専用って感じですか。でもあんまりもう家帰るとあんまりつけないから。なるほどなるほど。だから結局ほぼ体勢でやって、はい、ちょっと疑問に感じることだけちょっとつけて調べる。はいはいはい。多分家でウルフォーつけてる時間って1週間で累計1時間もいかない。はい、ああ。やっぱ大会前とか食べてたけどね。はいはいはい。最近そんなにあんまり触ってないような感じですよね。そうですね、ちょっとやっぱ年末年始でバタバタして外帰りもしてたし、外帰りゲース行かなかったんですか。いや行かないですね。あ、そうなん。あの里帰りって言ってもあの札幌じゃなくてさらにちょっと田舎の旭川ってところなので、はい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 、旭川でゲーセンがもうないんですよね、うんうん、なるほど。まあ、ある、なんか一軒だけあるみたいですよ、ちょっと郊外の方だったりとか、はいはいはい、なんかでも一箇所に集まるって聞きましたよね。なんか札幌なんですけど、札幌もやっぱり冬の間動きは鈍いから雪になっちゃって、どれぐらいかかるんですかね片道で。こっからえ、いや北海道にいる時に例えば、あ、ゲーセン行くまで。ゲーセンに行こうってなったら、だから場所によるよね。だからあのね、札幌だったら結構駅前のゲーセンとかありますよね。はい、遠い人、駅前ヒーローとか、ね、遠い人でどっから来てますか。ないですかね。遠い、だからもう片道3時間とか全然あるよ。それは3時間はないかもしれない。ただあの結構田舎だからこあの、はい、その駅前にもあるんですけど、結構郊外にちょこちょこなんか24時間系のゲーセンがあったりとか、そういうところです。あ、そうか、24時間のことがあるのか。結局家庭用があるから今もう全然あんまり冬場はみんな家庭用にこもっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、そうっすよね。確かに意外と入ってこないんだね。確かに。これどっちっすか。XBOX っすね。今来ましたね。 XBOX ランクマッチどしどし。多分猫爺の色になってるんじゃない。いや、そちらもそうです。多分マリオさんの色じゃないですか。アプリスカ多いな。ダブルスケが多いですよね。膝置きしちゃおうかな。だからシロさんがやってるゲームってその03カップ S で、あと北斗。ああそうだそうだ、テスト4じゃない。こんな感じですよね大体。あとあれだ、カップジャムだ。カップジャム、あ、カップジャムね。北斗のゲームはヨシロチキングルーブですよ。あ、あ、そっからか。そう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 、テスト4もチキングルーブチームありましたよね。そう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 、優勝しましたからね、あの時。あれね、ソフォーね。ソフォー。確かに。あのサガットゲーを、サガット合気ゲーを、アベルダルシム。ダルシムは、かなり、超盛り上がったからな。まあまあ、はめられたんですよ。まあ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 。ないですよ。はめてはめないで、やめてはめないで。うん、これ、アベル合気今どうなの。いい勝負です。昔超きつかったよね。5分ぐらいだと思いますよ。5分か、もうむしろいけるまである。でも、まあ、結局お互い弱点じゃ全決ですよね。はめてやった。おー、逆にはめた。逆に。だから俺もまた白さんがアベル使ってるから、はいはい、とりあえず白さんからそれ教えてもらおうと思って。そこの時ね。でストファーもまず教えてもらってたんですよ。基本的に自分でトレモとかは全くしないし、特にウルフォーはもうやってないから、はいはいはい、でたまにやるぐらいなんで、たまにやる前に白さんの見てなんか白さんの見て今のネタですかって聞くんですよね。ちょっと白さんが教えてくれるから。いや当時ね、そうスト4のやっぱね、イヨシロの強そうさやばかったからね。ありましたね。ああ、はい、おー、さすがにちょっとヒヤッとしましたね、最初だけ。でもこういう時にね、戦国さすくらってやべえってなるんですよね。いやもうね、最後は相手大体ね、あの足まで空振って瞬間を狙うから、その前外から小足を時間差で打つと。小足と大足と。白さん、そう、EXCOD めっちゃ多いですよね。いや、確かに強いっすよ、あれは。そうですね、あまり強すぎて、はい、
弱くされないように最近ちょっと減らそうかな。いやもうバレてますバレてます。だからねすごい俺ねみんな言われるんだけどすごい速さで打つねって言われる。はい、小技と連打じゃない小技の間とかでも普通に打つから、ね、だってあれ小技取っても隠るんですよね。小技でもほぼ隠る、ほぼ隠る、まあまあ噛み合い方によってはってことですかね。いやこれは大会の時白さん1試合に一緒に4回当てますから。1ラウンド、1ラウンドに、はいはい、しかもあのバクチ気味のやつでしょ。バクチ気味の ECOD を4回打ってますから。はいはいはい、その中で半分以上入ってます。6割飛んでるんですよ ECOD だけで。EXCOD 自体がもともとこの COD ガードサイドの読み合いがすごい得意で、はい、ダメ打つかどうかみたいな、あれ面白いですよね。でも投げキャラだからスキューティーをこするだろうみたいなとか結構面白いですよね。あだって2発目惑星避けられたら3発目隠るキャラとか、はい、打つか打たないかとかもあるし、あの結構調べて22フレの爆戦22フレのキャラはあの2発目を爆戦避けられたら3発目が隠れないから、はい、2発目爆戦避けられたら3発目絶対止めるみたいな。なるほど、結構考えてやってる。はいはいはい、22ってでも少ないよね。あの竜って26とかだよね。27かな、まあ、相当早いから、ね、27かな確か。ザンギは26とか、バウルオフとも隠ってないですね。あれはははは、ホルテとかも隠ってないし、ホルテに関してはバクステバクステで両方かわせますからね。バクステしてもう一回バクステすると3発目もかわすんですよね。なるほどね。そうそう、ここの4分の3アベル使いですね。そうだね、まあ、最近ヒューゴ使いですけど、アンコースよ。確かに麻雀だったら3ペアついてますからね、3カード。俺が浮いてる範囲ですから。おー今のはかわいそう。これストホンの時超きつかったっすよね。今ちょっとマシになったんですけどね。ちょっとかだいぶマシになったかな。まあある意味4人とも駒投げキャラ使いか。確かにそうっすね。投げキャラ投げキャラ使い、まあ、隣の配置ね。俺らも来た、じゃあ薬師用で、うん、ここからさ、ここから対空としても使いやすいよね。あの発生が早くなってさ、音音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 音。いや向こう結構阿部戦してる感じですよこれ。おーっとしのいだ。おお。おお。はい来た。来ましたね。ちょっと楽しそうじゃないですか。これなんかファルコーンとかの後に垂直ジャンプ待ってくるルーパスはなんか阿部戦知ってるなって動きがあったよね。なるほど。やっぱね猫獣のアベルとはやっぱちょっとね違うんでしょ。違いますよね。リズムがね。これがしゃがみ大パングラップ潰すとかになるんで、ははは、フルコン入るんですよね。俺アベルこのバージョンになってからほとんどやってないけど、すごい強くなったでしょ。はい、うん、1個前のバージョン、どうだろうな、まあでも強いですよやっぱり。システムはやっぱりその置き攻めできなくなったのはさすがに弱体験ですけど、やっぱり大パンしゃがみヒットは相当強いですね。あとやっぱ EXCOD が、おお来た、 EXCOD なんだ。マエステしゃがみ大パンチ、あれも対抗してますからね。意外とね、しかもすぐ折りのファルコンの着地に入るから、はい、絶対にあれをやってくる。おっと、おお、なんで今しゃがみ、あ、やっちゃった。あ、まあまあまあしょうがないですよね、読み合いそう。いや普通に素直に行くのはジャックボールなんだけど、はい、ジャックボールでよかったね今ね。そうですね。ジャックボールじゃないって言われちゃったね。なんか巧みなそのサマー派生、ジャックボール多分食らいますよね。あれちょいよ食らわせ、ジャックサマーとかだと多分ジャックボール食らう。やべ、おーっと、じゃあダンおっとそれ、ね、これ家庭用のしゃあないっすね。しゃあないっすね。もうやっぱ弱ジャトツを見せられるとすげえ困るんですよね。ああ確かに弱ジャトツ強いね。あれ1フレ空中なんで、俺もすげえやだ。あれ超強いですよね。置き攻め1回向こうプラス前切りの後の読み合いで1回向こうではないですけど、はいはい、おー隠れはしないんだな、なんも。そうですね、無我も、うまい、はい、おーい、読んでましたね。間に合わず、怖いっすね、怖いっすね、これやっちゃった。
あーだ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 
言い訳で触られたらもう終わりが見えるっていう。1割満タンとかでもね、うん、ね、意外とね、レンチャンされたらやばいじゃないですか。しかもルーファスは結構そこのレンチャンうまいからね、最近。はいはいはい、やっぱ画面端とかいっちゃうともう見えないし。なんかずっとゲームやってて、なんか昔より反応遅くなったなとかってあります？反応はそんなに別に昔から反応に耐える動きはしない、してないから。なるほどなるほど。だってもう見つめでって感じですか？見つめと経験でって感じですかね。あとは人読みで、確かに人読みおじさんですもんね言われてますもんね、人読み。いや俺ストフォーの時のシロさんの自己 PR 覚えてる。人読み完成まで何試合かかるのかな。あ、俺も見たことありますそれ。 あったあった。確かにね、その時は人読みが発生するような対戦内容じゃなかったっていうか、はい、みんな手探りだったから。あ、確かに確かに。人読みとか、このゲーム人読みとかあんのかなと思ったぐらいなんだけど。なるほど。6、7年経って人読みがみんなできてきたよね。あ、確かに。もうキャラの動きはもうみんな見詰まってますもんね、うん、こういうこの使ってる人はこういう動きとか。そうはね、もう結構、まあ、みんなトッププレイヤーの見たりして、自分なりの自己流もあったりとか完成してますからね。なんだっけ、このセットプレイ忘れて。ここから怖いですよね。ここ中だ、中中、あーあー中か、中だ出なかった。こっから怖いですよね、こっからサガット戦の飛んじゃうよ、目があったな。あ、出なかった。カウンターヒットしましたけどね、今超歩いたからね確かに。でもアパカミスっぽかったですけどね、しゃがみ大パンのタイミング。ちょっとゆっくりする。モサ入ってきますね。確かにこうゆっくりする。なんかそう考えると格ゲー変わったな。なんかあの人読みってさ、はい、俺二十歳ぐらいの時に、はい、みんなでやってた時さ、あの人読みは良くないよって言われたんだ。え、人読みは良くない。キャラ対策じゃなくて人対策じゃん、はい、それって。ああ、はい。だからちゃんとあの人読みとかで技出しするんじゃなくて、キャラ対でちゃんと技出ししようよみたいな。へー、怒られたもん。なんか怒られる。うまい、うまいやつに。あ、そうなんだ。ちょっとした人じゃないとかね。弾を飛ぶの難しいね、これ。難しい。余裕を持って飛べない。はい。弾使用で。タマット戦は本当難しいな、弾。競りたくないですよね。しかも結局サバ玉競りって EX2 に来たらもう密着だから。はいはいはい、間違えた。これもやっぱウルフォンになってからサガット戦は相当面倒くさくなりましたね、さすがに。ああ、セットプレーがあれか、はまんなくなったからか。結局立ち回りは結構面倒くさくて、はいはい、落ち攻めがやっぱ入りやすいっていうのがあったんですけど。ああ、奥攻めはもうないですからね、その二択みたいな。見えない。死んだかな、死んだ残りじゃない、死んだ残るかな。死んだ残った。それ、ASK だから怒られたみたいな。あ、これは匠でしたね。来た、これ来た、ないんだよ、こういうパターン。これね。ガードキャンセル、グラップが、グラップ入って、グラップスイークシュージだからアパカは全部 OK、 アパカも投げも OK 今、はい、グラップ、遅らせて投げない限りはグラップ EX もある、ブラシ込み EX もあるからね、はい、あれはかなり信頼できそうですね。いや、もうあそこも表裏がないんで、もう気合い入れてグラップ EX もあるを仕込むだけっていう、うん、そう、今回からちゃんとサガットも投げ抜けしやすくなったんですよね。ああ、はいはい、そうだね、フルフォー調整で、はいはいはい、ウルフォー調整とかが最近の調整、まあ投げ抜けの猶予が ね、キャラごとに違うっていうのがあったから。フォークびっくりしませんでした。なんかサンフレなんか少ないんだっけ。フォークのびっくりしませんでした。フォークの通常投げ。知りません、シロさん。フォークの通常投げの修正。ああ、なんかサンフレぐらいなんか投げ抜けはできなかったみたいな。そう
え、投げ抜きはできない。前投げの投げ抜き猶予が3フレぐらい違ったんですよ、うん、フォーク。え、フォークがそれ有利ってこと？あ、そうです、そうそうそう、投げ抜きできない。いや、ただフォーク使ってたけど、あの前投げを狙うシチュエーションってあんまりなくて、あんまりなかったから、あの前が結構短いし足が遅いから、はい、まあ、使ってなかったけど実はみたいな恐ろしいですよ、サンフレって。それあんまり気づいてる人いなかったの？いや、そうです、誰も聞いてないじゃないですかね。サンフレはね、結構ね、なんかツイッターとかにも上がってた。あ、下がったらみんな知ってましたね。フォークはちょっと俺初めて見たね、あれで。他にもいたよね、あの猶予が長いやつとかいたよね。あ、そうですね、そういうキャラはなんか、誰だっけな、ローズとか。ローズだっけ、ローズ長いのか、ちょっと気がします、残念だね。その辺もまあ一応知ってたんですけど、はいはいはい、フォークだけはまあそうだね、みたいな、うん、しかも気づかなかったしみたいなあ、変わったな、補正切り、なんで繋がんない、これレンガだからね、詳しい。そうっすね、プラ5だからね、あそこはね熱いっすよね。EXCOD ガードされて前捨て壊しはレンガなんで、あれもかなり信頼していいですよね。ただね、昇竜こすりとなんか立ちっぱに当たるんですよね、上入れてパとか。おっと、おお、好都合、はい、あ、お、あった、ちょっと計算狂ったっすね。おっと、押すよ、つなげる、うわー、この読み合い読み合い、こういう守りが弱いから使用できそうだね。出た、この壊しチュアシって、ね、確かにこいつなのか、そう、そうなんですよね、結構強いなって、跳ね返る、難しい、もう粘着されてる、このジャンプダイパーマジ見えないですよね、超粘着されてる、いやもう飛ばねえだろとずっと横見てたさ、ゲーム飛んでくるわさ、確かに、あれなんか裏表が分かんないから、ガードしてちょっと一瞬もしガードしたとか思った瞬間に次相手を裏切るんですね、はいはいはい、あれとか言ってガードしたとかも気抜けない、ちょっとピョっちゃう、はい、おい、でもロレンタも一応スタンチのやつは改善されましたからね。前立ち台系とかが200とかあったんですよね。ああ、はいはいはい、ああ、出したらダメなところ、はいはい、おーおお、早出しかい、早出しジャンプチューパーに強いですね、エロいタイミングだったな、後ろ下がって、あっ、おっ、ロバじゃなかった、そこまで後ろ下がったところでさ、前蹴りやろうと思ったんだけどさそうですね、今後ろ下がった、バク転でしたねそう、バク転したところに前蹴り刺そうと思ったんだよね、確かに読みは合ってましたよね、絶対するからね。結構新キャンとか対策できました、もう。ああ、でもなんか今回強くなったヒューゴとはあんまりやってないんで。ああ、確かに。いないですかね。まあ、あんまりもや最近やってなかったっていうのもあるんですけど、多分。大きく変わったキャラはやっぱちょっとね、うん、変わるよね。感覚が変わっちゃうから。うん。特に結構そのなんか EX シューズがなんか急に落ちちゃったりして。あ、確かに。あれが、あ、びっくりする。あれ遠くに落ちるように結構いろいろ考えたのに。確かに。あ、何してたんですか今まで。いや、普通にね、起き上がりに台のトルネードを重ねるじゃん、はい、で、後ろからムガが入る、あ、なるほどなるほど、台のトルネードが使ってもムガが入る、じゃあそれを見た時はとりあえずトルネード打って、まあ、とりあえず打っても投げれるかもしれないし、そうそう、バックステップ回す時間は読み分けって感じですか、なるほど、あ、シロー VS KSK やってもいいじゃんって書いてある、遅いなこれ、いいよねえ、いいですよ、そのパターンあったか、なんでそんないいですよ、上からね、なんでそんな上から目線なんですアベルはね、きついんだよ結構。あ、そうなの？ヒューゴいけそうだけどね。あのアベルのさ、はい、投げ無敵の駒投げがきついんだよね。はあ。なるほど。置き攻めで使われるとやっぱさっきの言ってた対策みたいな。はいはいはい。でこっちさ投げ無敵がある技がなくて。はい、ないね。だバックステするかジャンプするか、はいはいはい、EX シュートするかみたいな感じで。でもまああれか。今まではその無我がないと面倒くさかったけど、今は無我がなくても近くに落ちますもんね、しかもスルーも、うん、まあ、あの EX シュートが弱くなったら、まあ、上手い人をちゃんと反撃してくるから、どうせ、うんうん、まあ、あんま影響ないかな、なるほどね、あれ肘も入るのかな、 EX シュートってそんなに近くはないのかな、いや入る、多分入る、
いやもう入ると思うよ、ね、めっちゃ近いからそんな近いですか、うん、モデル対決もなかなかたまに体勢でやるやつですっていうかむしろなんか俺指導さんとはいつもなんか対面な気がします。ロジアの時に、うん、なんか対面にいることが多い気がします。並んでないってことそれ横に。そうですね、なんかアベル同キャラ結構やってる気がします、うんうん、結構ね関東ってみんなアベル同キャラやってるよね。やってますね。 AC さんとも結構昔やってたし、はいはいはい、やってましたね。だ結構ね関西のアベルと話すとみんなね同キャラ戦だけは やりまへんって言って、あなんかみ白、そうそうですね、 AC さんも言ってますね。白さんそうなんだ。シンバ君もあのマッキーさんも、はい、同キャラはエースはみたいな感じで、あそうそう、この同キャラ結構俺好きなんだけどね。僕も大好きですね。でなんか関西はアベレ同キャラを絶対やらない構えになって、関東はアベレ同キャラ大好きの構えになってる。確かにそうですね。でも AC さんは気合いでした。AC さん気合いでしたよね。あそう。ザンギもねあんまり同キャラそんなにやんないもん、ね、あー確かに。なんかやる対戦やるぐらいだったらなんかそのザンギ使いが何してるのか見たいっていうのは。そうで、ザンギもアベルもこの2キャラ同キャラが結構荒れるんですよね。めっちゃ荒れません？まあね。つか投げキャラの同キャラ戦って荒れるよ。めちゃめちゃ荒れますよね。俺もヒューゴ同キャラ嫌だもん。そうなんですよね。なんかそう竜対竜って、まあ、結構まあまあ荒れづらい、ね、まあ、数であれば強い方が勝つみたいな感じじゃないですか。なんかその投げキャラの同キャラって別に数やっても荒れるんですよね。多分100試合やってもその日運がいい方が勝ちますみたいな。まあありえるよね。感じなんですよね。おっとお高いスカリか。おお。今回からそうですね。ウルフォーカーでしょ。毎中継はさすがに入りましたね。毎中継には絶対勝つ。打つしかないもんね。はい、判定が強くなったから入ったんですか。存在判定が大きくなったから今まですり抜けてた。そうです、抜けないですよね。俺もなんとなくすり抜けるのかなと思ってたんで。俺もなんかすり抜けるかなと思ったんであと EX ね、あの竜巻はすり抜けちゃうような気がした。確かに、なんだっけな、よくすり抜けてたの。飛んでくる飛んでくる。ヘイロンの中段とか、へえ、俺も僕が合わせて抜けたんですよ。それ悲しいね、読み勝ってんのにね。でも、今回は抜けない。まあまあね。おお、前に来た。前に。あーあ、竜巻来たもんね、強くないのか。前中じゃないのか。いや、行く。ちょっとした奥攻めみたいな。殺意って体力減ったんでしたっけ。体力減っただけ、はい、釣れましたね。釣れましたね。でも逆にちゃんとよくホイール見てましたね、向こうも。うん、結構さね、その前にしゃがんで動かない時間があったから、これはガードポーズも取らないし。でも慣れると両方見れますよね。なんかあのちゃんと浮いたの見てから間に合いますよね。でもどっちみちウルコンに入んないですけどね。あ、何カスヒットみたいな。カスヒットなんです。あー、悲しいね。今日はね、ちょっとね、シロさんへのお便りちょっとね、俺ね、楽しみにしたいよ。いっぱい来そうな気がしますね。今リアルタイムで来るんですか、これ。来ます、来ます。当然です。てか、もう来てますね、お便り。いっぱい来てます。いやそう、なんか読みましょうか、ちょっとね。なんかね、顔 TV ね、断片的になんかで見たことあっても、なんかまとまって見たことはなくて、はい、このなんか絵面はなんかすごい知ってて。はいはいはい。まあ、昔、渋谷配信と挑戦もありましたしね。あれ面白かったよね。面白かったですね。あれ3年前ぐらいですよ、もう。クリスマスですよ、もう。そんな前。クリスマス3年前ですね。3年前ですよ。春国がサンタの格好してました、ね、そう。ケイスケさん、なんかいい感じのお便りあったら、じゃあ試合の合間に読んでみます。ちょっと積もっちゃってもいいかもしれないですね。試合中読みづらいかもしれない。持続のしゃがみ中パンチを愛用してる。シロさんはね、持続好きなんだよね。好きっすね、確かに。すごく大好き。白さんやっぱね、いろいろとフレーム消費とかもめっちゃ調べてるから、詐欺飛びとか好きっすよね、うん、これは詐欺なんだよとか、毎中継持続とかありますよね。さくらの EX さんのウケるな、マジで。あれでもあの挑戦面白いっすよね。面白い、面白い。
結構イエスハードを使う機会なかったから、はい、やっぱ使うあんまり使えてない技がやっぱり生きるっていうのはいいことだよ ね。確かに、うん、でもなんかね海外の、うん、ガノンっていうプレイヤーだっけ、はいはいはい、強いねあれね、東京来たじゃないですか、はいはい、あそこでなんか浮いたんだけどな、エクサード最後の締めとかで、うん、決めあと一発とかのところに企画人だった、相手がダウンしたら、はいはい、エクサードを打って重ねて空中旬風で追い抜いてめくりとかやったんですよね、はいはいはい、面白いなと思って、あーなんかあったかもしんない、動かない動かない あった、えっ、あれ最初ラグがあった分、はいはいはい、それなんか初めて見たなと思って、あそれなんか見た見た見た、めくり、あれ面白いよね、めくり EX 波動みたいな、ね、あれ面白いと思ったんですよね、あのなあのアラブだっけ、どこだっけ、これなんかそっちのクエとか、あそうですクエとせ、 あれマジで強いよね、あれガイとサクラはかなりね強かったよね、トップの強さでしたね、夏休みに毎日朝から晩まで対していたよね、いやいましたね、正直いました、あいや大富豪なんだろうなと思って見てましたそういや海外にこんな滞在するの大富豪だろうと思ってましたけど、しかも10人ぐらいいたじゃん、そうですね、5体で、あこれも昼休みっていいっすよね、あこれもいいっすね、安心できますよね、昔超怖かったんだ、俺ヒヤヒヤして売り込むって嫌だよね、近いと超怖かったっすね、なんかさ、野試合ならまだしもさ、はい、大会とかを考えるとさ、はい、ナイブになんなきゃいけないって、あ、やれちゃう、あ、これ死ぬ、いや、もうちょっと死ぬと思いましたね、あ、でも証券も入ってないから、爪ありそう、爪ありそう、まあでもなんかその裏を書いた感じですよね、その EX マルセイユ読みのみたいな、投げ読みのみたいな、最後のあの読み合い好きなんですよね、あいや今ね、一度と削り死なない体力だったらまだ読み上がるんだけど、削り死ぬ体力がね、あんま読み上がらないんだよね、まあ、まあ、の負け格だったっぽいですよね、あれはなんか最後の、なんか相手の浮き攻めでノーマルトルネード起こした時の気持ちよさありますよね、やばい完全に読んだみたいな通常の投げを完全に読みましたっていう、あの読みがね、相当楽しいですよね、さっきなんか開幕さ、なんか3秒ぐらい全く反応しなかったんだけど、あ、そうです、なんか止まるとお互いなんか、うん、その時適当に動かしてるとそれが反映されちゃうんですけど、珍しい、めったに見ないけど、コース病、コース病なんですかね、うん、引っ越しましょう、まだ引っ越しましょう、早くしてくんないかな、これもあるんですけどね、あれそうなんだよ、どうしようかなと思って、あ確かに、じゃあもうこの辺でちょっと一回入れます、シロさんまだかなって思ったからさまだ入ってないなって、まだかなって、うん、顔の関係なのかな、お今だいぶ EX としても上に行くやつなんでしたっけ、バチカ取れましたよね、ちょっともうこれ消えるか、ピオラない、中断、おっと、おあった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 うわ、ジャクトルこすってるそう、そういえばアベルの変更点であれか、はい、あの大、ね、立ち台系がね、あそうですね、中段ちょっと変わったよね、部分のダメージが上がったんですよね、その代わりフレームがちょっと弱くなって、はいね、ジャッキックがつながらなくなった、ジャッキックと中パンチがつながらなくなって、はいはいはい、カウンターヒットしても一応系がつながらなくなったみたいな、はははは、まあ、一応正確な弱体化みたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあ、別になんかそのなんだろう、まあ、例えばさ、バック捨てとかに当たってもいいように打てばさ、それってダメージちょっと高いから、まあ、ちょっと高いとかありますし、まあ、いいそういう考え方もある、そうですね、でもまあ一応前壊しから EXOD が入ったからさ、そうですね、やっぱり、まあ、一応弱体化かなっていう感じではありますね、おー、ここでちょっとワンクッションいきますか、あ、欲しいと、いますか、シロさんが欲しいと、いやただね、酒飲むともうゲームできなくなっちゃうよ、あまあまあいいっすよあまあまあいいっすよ、それはいいっすよ、できなくていいっすよ、とりあえずお便り読みましょうか、あ、行きますか、最初のお便りは、ペンネーム Y さん、シロさん、猫舌さん、板橋ザンギエフさん、こんばんは、はい、格ゲーとは全く関係ない質問です、はい、
明日から志郎さんの地元である札幌へ行きます。おお、そこで札幌でおすすめの場所を聞きたいです。おすすめの場所、これでおすすめの場所なんですか。場所と一泊二日をするのですが、今のところ全くノープランで不安なんです。あ、友達なのか、まず女なのか。今友達って言ってたよね、うん、でだからその狙ってる、いやそんな言い方しない。今は友達はさ、別に知ってるやつでもないでしょ。別に匿名でしょ。匿名って知らないでしょ。でもそれによってとかないですかね。変わんないですか。でも、うん、女の子と行くならとか、まあ、例えばじゃあお便りくれた人は女の子だったかとか、確かに確かに、確かに。ちょ飲みませんか。確かに、それ持たせといて。さすがに。それとちょっとこれ持たせたらもや。あ、ケスケさんどうしますか。さすがに俺お酒飲めないのか、ケスケさん。お酒飲めないんだよ。いいですか、これでいいですか。大丈夫です。お疲れっす。乾杯。お気持ちおめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほろ酔いなんだよ。ギャルですか。今年もギャルですか。ギャル種だよ、やっぱり。あ、じゃあ続きね。じゃあ、はいはい。だから場所ってあれだよね、こう美味しいものを食べる場所なのか、風景がいい場所なのか、何でもいい、多分いいと思います。じゃあ両方志郎さんの過ごしたみたいな。札幌だったら札幌でどうだろうね。いや、とりあえずね、あの飯は俺あんま知らないんだよね、はい、正直だ。あの、まあ、19ぐらいの時出てきたから、うん、そんな別に19の時に飲み屋とか行かないよじゃん、うん、だから飲み屋は分かんないんだけど、ただ場所として俺結構好きなのは、結構自然が好きだから、はい、あの自然好きなんだ。そうそう、あの1回も行ってないんだったら、天気がいい日は羊ヶ丘展望台に行った方がいい。羊が丘って札幌ですか。札幌、札幌、ちょっと行き方は車どっかからタクシーで行きやすいのかもしれないけども、はい、羊ヶ丘展望台は晴れてる時に行くとすごく清々しい気分。いいですね。でも、うん、まあ、広いんですよね。確かに北海道行ったらちょっとそういう自然も感じたいですよ ね。いや、でもね、あとあのコメントで旭山水族館で動物園のこと言ったな。旭山動物園は実は札幌じゃなくて旭川というね、旭川ですよね。札幌から150キロ離れた場所にあるんで、あ、違う、札幌に行くんだったら旭山動物園行けません。なるほど。そうそう、クラーク先生とね、なんかあのクラークがの銅像が上にあって、で羊がいっぱいめいめい、へえ、あ、いやでも意外とあんまお腹すいてないからこのまま行けるかなって、まあ、あとでちょっと急いでもいいかもね。あ、そっか、羊ヶ丘展望台、よく考えたら今冬だからダメだ。あったあった。そっか、冬だよ、冬だ。冬ですよ。じゃ今、俺夏場しかもう帰んないから。今やってんの。な、冬は、冬あれ、あの、氷の、なんだっけ、肖像画じゃなくて、なんか雪祭りです。雪祭りか。雪祭りは、2月ぐらいだった。まだ今、ちょうど作ってるところ。あ、まだなんだ。まだちょうど作ってるところ。はいはいはい。そっか、そしたら、そっか、俺夏場しか書いてない。夏場印象的なところしか。なんか時計台とかよく、まあ時計台はあんまり、まあ駅特に街中にあるから行ってもいいけども、別に行かなくてもいいかなみたいな。時計台見てきたけど普通の家だったね。俺もね、あんまりインパクトなかったね。まあ行くんだったら、まあ時計台の中入って、なんかこう歴史的な何かを読み取ればいいのかな。その面だけでは何も分かんない。富良野って遠いんだっけ。富良野はもう旭川よりも遠い。全然、あ、そうなんだ。札幌からと片道、まあ、ラベンダーとかさ、まあそれ夏ですね。それ夏か、あの北の国からみたいななのかな。ああいうのはないよね。分かんないけど、ちょっとグッズじゃないや、そういう記念館みたいな。あ、でも今は大通公園で、町中の大通公園で、はい、あのイルミネーションよ。結構綺麗なんで。イルミネーションいいっすね。結構綺麗なはずなんで。あと夜に、しかも飲み屋街っていうかね、すすきのとかも近いし、大通公園夜行ったりするのも、あとね、大通、あのすすきのの中に、あの屋上に観覧車があるビルがあると。あ、はいはいはい。そこを結構あの、いいムードになりますんで。なるほど。セントスと一緒に配信してたのと。男2人で、あ、そこ行ったばっかだよね。男2人でそこ行ったんですか。最近行ったばっかなの、ケイスケさん、北海道に。あ、確かになんか10月、うん、そう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 、あれも行った。あれ北海道か。そうか、食べ物美味しかったっすね。ダサい。まあでもやっぱご飯のイメージだね。食いもんだよ。何食ってもうまかったわ。絶対美味しいもんな。あとは食い物。だ、食い物のうまいところは地元の、はい、今地元にいる人に聞いたわ。なるほどなるほど。これ俺はそんなに今知らないんで。なるほど。まあ、そんな感じで。じゃあ一つ目のお便りはそれで。いかがでしょうか。一応あのその人は PS で。シローさんの誠が見たいです。あーそっか、懐かしい。今回触りました、誠って。うん、あんまり変わってない。変わってないですね。
全然気分でサブキャラとかやってもらっても全然いいですよね。あ、今ちょっとハマりかけてるキャラクターとかでもいいですよ。ああ、あんまり声触ったり声触ったりしないですか、まあ、サブキャラはね。あんまサブキャラ昔フォークやったりとかね。そうそうそう、あ、やってた。フォークあとだった、スローフォーク。いや、フォークぐらいで。 ただあの誠とアベルってなんかコンセプトが結構似てて、はい、それでいてあのコマンドがいちいちパンチとキックが逆だったりして、はい、いやアベルだとパンチがコマ投げだけど、はい、誠だとキックがコマ投げ、とっさの時に混ざっちゃったりしてね、それがねあんまりねあの両方同時にやるには、ね、向いてないキャラ。なるほどなるほど。ただ今ちょっと時間があれば別のサブキャラとか、うーん、なるほど、をやりたいな。いや、その時間もあんまないなとりあえずアベルの強さに今は不満がないから、うん、なるほど。肘の強化超嬉しいな。一番きついキャラとかって誰？今のバージョンだとなんだろうな。代表的な。だからヤンとかなのかなって。あ、ヤンは全然全然全然マジで。ヤンも全然いきます。ヤンじゃなくて全然あんま想像。急降下系はやっぱきついのかなと。でもやっぱユンのはきついですね。昔のバージョンだとジュリもちょっと嫌だったなっていう。ジュリもだったもんね。今はなんか緊急中キックが、ね、空中じゃなくなったから割とゴリゴリいけるかなっていう、うん、あの俺フォークが嫌ですね。あでもフォーク今回弱くなったから垂直ダイパンどうしようって思っちゃって あれはもうなんか俺はもうなるべく打たせとき、まあ、垂直に見せたらもう一回スカイでゲージ溜めてでそれで、うん、あんまり無視あれは。でゲージが溜まったときに あのダイパンは超ダメージ高いから、はい、あれで EXCOD で空中ヒットすると無我が入りやすい。まあまあそうですね。しかもこれで130ぐらい。これ自体に EXCOD がつかるんですよね。なんか。あ、まあ結構タイミング。ちょっとまあ。なんかすごい後ろに行くんですよね。うまく距離調整して。なんかこれが。確かになるほど。今回のバージョンとかあんまやってないですもんね。まだそんなに。次のなだから見た感じでお便りは結構来てる感じがするんですよ。何でもバンバン来てますね。シロさんがお便り欲しがってますよ。テスさん、じゃあペンネームギャプラスさん、ゴツガーデンの皆さん、シロさんこんばんは。こんばんは。今回は平均年齢が優に30歳を超えているので昔話に花が咲いていると思います。その昔話の一つとしてゴッツメンバーとシロさんの出会いについて少し話していただければと思います。人数も多いのでスト4関係のメンバーのみで構いません。そうです。なるほど。じゃあ、まあ、でも板さんとはもうシンプルだね。もうスト4のあの、まあね、攻撃の予選に行くたびに顔を合わせるみたいな感じ。確かに毎回しかも当たるんだよね、うん、で毎回ね俺はねザンギエフの前に無力なんだよね。だ結局昔のジャンプ中継と、ね、勝負がまずそこに盛り上がる。ダルシムがいかに残儀、でもダルシムの残儀そんなきつ、ね、楽じゃないんだよね、うん、言ってもだからあの、まあ、でも言っても異様が超強かったから俺はきつかった、はい、だから俺はシロさん積もりたかったけど向こうから異様が、うん、そう残儀積もりたかった。なるほど。で相方フードっすよね。そうフードの竜がシロさんのアベルと相性も、まあ、悪くないから。まあ、竜はどっちでも同じぐらいですよね。まあ、まあまあうんまあ、確かに。だからまあそんな感じでいつの間にかみたいな。どうだったっけな。まあ勝ったり負けたり割とね、うん、食らいついてたんだよね俺ら。へえ。ああ。いやでも俺うちのチーム勝つときは大体弱勝ってる時だったから。なるほど。だから俺はなんかあんまり勝ってるイメージはないもん。あんま当たりたくないなと思った。ただ。意外とだイオンが負けても俺が勝てるキャラは結構多いから、うん、そのバランスはそこそこ良かった、うん、アベル・ダルシムって結構よく分かんないバランス、えぐいキャラ、えぐいチーム。まあ下がってる両方まあまあ、まあ、さ別にいけるではないですけど得意だったじゃないですか。シロさんもイオさんもなんか下がって倒してるイメージがあったから。確かに下がっとねお互い全然いけたんだ。確かにあのゲームしても2オンなのに8割方チームに下がってるじゃないですか。いや割と8割方の下がっとだから大会だとサガットがいかに残業殲滅してくれるか。確かにまず鍵それはありますね。サガットが残業殲滅した後の戦場で活躍するみたいな。そう考えると結構項目のチーム怖いですよね。サガットに潰されたらもうフード頑張らなきゃいけないみたいな。まあそうだね、うん、だからまあそんな感じで多分その辺からなんか自然にみたいな感じが、
ネコジーとはね、なんかババアババっすよね、ババ剣とかババ。ああ、なるほどね。ネコジーは剣の時からまあそこそこやってて、はい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 、でババ勢みたいな感じでね。そうですね、もうババ勢ですね。あと誰だ、懐かしいね、顔を数の子とか、数の子、あ、数の子一番新しいよね、うん、AE ですからね、 AE からだから。確かに数の子は何だろうな、いつから見出したかっていうと、僕らはでも多分そこの時で見てましたよね。あの、僕途中から会社引っ越して池袋に行ってたんで、その時数の子はちょうど池袋にいてって感じ、うん、でも多分その時は多分池袋でしかやってない可能性があるんで、数の子は数割ってないですよね。何が機会だったかな。でも大会とかじゃないですか、大会とか終わって飲みとか打ち上げとか、まあ、多分そんな感じでなんか、うん、そこで知り合ってって感じじゃないですかね、うん、ほらあのトパンがチャリティーかあれとかが AE の直後に震災が来て、そこからチャリティーって流れだったじゃないですか、はい、その時結構ね数の子はみんなと絡み出した感じがあったね、うん、あそこか。それまではもう一人黙々と昼間にサファリ来ては終電でまで誰とも口聞かずにだったらしいね、打ち込んでたよね。でもなんかその前に多分拠点か池袋か新宿に行ったじゃないですか。はいはいはい、その多分風の子結構その時にはもう結構みんな喋ってた気がするんですよね。だから結構時間経ったよそれは多分。だからうん、うちだからエボは直前ぐらいに対戦打ってたんだよね、なんか知んないけど、みんな。あ、でもそうだ、そうだ、そうだ、うん、あ、確かにね、多分だ6月、7月ぐらい、多分。確かに、あの時とか、カズノコ、俺は知ってたから、ブストフォーから知り合ったから、うん、飯食いに行こうとか、向こうが寄ってくる、うん、で、誰々も連れてっていいって言うと、いや、俺知らないんだよねとか言って、いや、きついや、知らない人きついわとか言い出して、いやでも多分知り合いで多分向こうは数の子にはだってもうランキング1位とか2位だから、はいはいはい、向こうは絶対知ってるし別に多分全然お友達になればいいじゃんって、はいはいはい、でもいやーきついわ今度にしてくれるとか言って、ね、言ってた記憶ありますね。あ、そう、明確に思い出した数の子とあの、はい、接点を持ったあれが、はい、確かカナダカップに、はい、数の子行って、はい、その時春国も行ってたんだよね。あ、はい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 、でそこで春国と数の子が仲良くなって、はい、それで ね、春国と風間の仲いい中で、あの風間はちょっとなんか、まあ、今はあまり言えないけども、はい、ちょっと悩んでたことがあって、はい、でそれに対して、春国に行って、で春国から俺に来て、まあ、別に変なことじゃないよ、変なことじゃないけど、はいはい、あ、それだったら俺が行った方がいいなって感じで。ああ、なるほど、なるほど。へ、うん、だそれで、その時に、最初のセットを持って、数の子はそれで割と、まあ、まあ割と信頼感を持ってくれたかなと思ったけど、信頼関係がそこで今じゃもう敵対関係になってる。敵対関係、敵対ではないっすね。まあまあまあ信頼があってこその敵対関係ですよね。ちなみに鳴尾とかはあんまり、あ、鳴尾もあんまりだね。元ストフォンの時は知ってたけど、はいはいはい、ストフォンの時キリュウ使ってたね。そうですよね、僕も最後の投撃ちょっと予選行ってて、その時に鳴尾と知り合った、うん、多分その時志保さんも多分いたと思うんですよね。だからそれぐらいで、なるおくんとも、そんな話してないんだよ。まあただ、なんかその、数のことが一緒にいるとまあ話すけど。はいはい。場所もね、横浜だったしね。そうですね。俺あんま横浜行かなかったんで。メインがセブンとかだったから、僕も、あつも出ないです。カオ TV からだし、ね、ザンクさんとかも多分、主に喋り出したのカオ TV じゃないですか、でも。まあ主にはそうだよ。なんかその、親密になってきたのは。うん。一緒に飯食うぐらいはあったけどね。うん、これもちょっとありましたね。そうそう、あ、そう、まあそう、さっきのその多分悩みとかその相談されたことなんで別に言っても大したことじゃないんだけど、はい、まあまあでも志保さんは多分割といいっすよ、割といいのかな、割といいっすよ、いいっすか、いやいいっすか、でも今はもうないあれの話だから、うん、割といいっすよ、はい、いやなんかあのカナカップに行った時に、はい、なんか確か今はなきなんか E ライブの方で行ったのね、はい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 、それで家族は別にイラブ配列は全くないけども、はい、出してくれたら行くよみたいな感じで行って、はいはい、それで戻ってきたらいつまでもイラブになっちゃってて、うん、ああありましたね。それでなんかもうで相手のね社長とかもなんかすごいもう入ってる感じでもう話してて、は
それでなんかもうどうしたらいいんでしょうみたいな感じで、確かにそしたら俺が出てった方がいいよねっていう感じで、で俺がその日本の窓口役のやつに、はいはいはい、うん、あ行ったっ、なるほどね、なるほどね、それは志郎さん出てくるわ、こいつの意思はこうだから、うん、ちゃんとやるよみたいな、さすが志郎さんですね確かに確かに、それかでも志郎さんがじゃあ解決しちゃうんですね、確かに、ありがたいですね、確かに明確な接点ですね、それはもう、だからそっから始まったから、はい、まあ、だいぶ信頼いかなきゃいけないから、でも敵対らしいよ、今、まあ、老害って呼ばれてるけど、カズがもう老害に足一歩踏み入れてるからね、うんうん、RX みたいな感じ、あシャドウムーンと RX みたいな感じブラックか、なるほどね、懐かしいっすね、いやいや、なんか次のお便り、まあ、でも多分そうですよね、ストフォー勢こんな感じですよね、多分、うん、まあまあね、ストフォー勢か、ケースカナっても知らないですもんね、今16年越しの下手したら16年来の友達だったかもしれないけど、ビジョンで顔合わせたりはしてましたけど、ね、あのなんかカブジャムの時とか、カブジャムの時とか、あ孫とガチリによく来てたじゃないですか、あ、まあ、でも敵対しましたからね敵対はしてないけど俺はしてないですその頃ってあんまりだからそのゲーム間の横のつながりってあんまりなかったんだね、今みたいになんかこうツイッターとかそういうのもなんかこう、まあ、広がるやつはないし、確かにそうですね、ミクシーじゃないですか、そのそうでもミクシーって広がるもんじゃないから、あ、そうっすか、まあ、本当にでも同じゲーセンじゃないとって感じですよね、同じゲーセンだったら仲良くなるけど、まあ、他の人はやっぱりなんか同じゲーセンだと遠征じゃないした時になんかちょっと謎の言った感ありません、あなんか謎の言った感負けられねえぜみたいなちょっとありません、マーチは結構広がったっすけどね、あネットワークカードとかあったから、あーそうカードの存在がね、そうカードの話はすごい大きかった、って昔のゲーセンって、うん、名前出ないんですか、ね、あそうっすね、誰がだって多分初心者は誰が梅原か分からないまま帰る人もいたから、確かにそうですよね、でなんかあのだあのニュースカってダンさんっているじゃん、あ、はいはい、あの昔からやってる、はい、あれも梅原とそんな長くて、まあ、梅原とキャラもほぼ結構似てて流行に下がったとか、はい、そしてなんかダンさんも強いし、あの強かった、通信無双とかよくしてたから昔、はい、あのカフェスの時とか、はい、そしたらなんかこう見た目全然違うじゃん、はい、背の手数も大きさも、はい、けど結構梅原さんですかみたいな声がなるほど、だからね結構だから昔はねその情報ないんだよ、顔を見て誰かも、まあ、そうですよね、しかも今でこそその顔もまあまあ配信とかもありますけど、うん、昔顔も分かんないですもんね、だからカードはでかいね、やっぱりカードから多分どのゲームも一気に横に広がったっていう感じが、うん、ね、確かにカード、カードシステムも面白いですね、やっぱりあれ面白いね、単純にポイントの取り、ね、やりくりでも面白いし、うん、名前もあるし、やっぱ面白いな、やっぱり名前が出るだけでこうも面白い、いや確かに名前だけで、うん、なんかこの一戦に重みを感じます、うん、その板橋ザンゲーフとしてやるのか、うん、ローネームただのノラとしてやるのかっていう、うん、そうそうそう、一戦の重みありますよね、うん、あれ確かにあれが面白かったね、ストフォーとかカプコン系はカードがね結構一番遅かったから、確かにバーチャーファイターから鉄拳に行ってみたいな、そうね、うん、その遅かったのと、まあ、ある意味良かったのかもしれないというか、もう 遅くてしかもその時ってやっぱりこうネットとか、ね、スマホとかあったし、はい、結構横のつながりがすぐバッと広がりやすくなったから、はい、それと並行してなんかもう結構ブワッと広がった感じがする、ちょうどいいタイミングで、あとエボが大きくなってきたりね、うん、あ確かに確かに、エボ見たの最初いつだっけな、2010ぐらいが結構エボが見られ始めた、多分でも僕もエボ2010見てないですね、僕シロさんゲームやらないんだったら俺やろうかな、あじゃあなんかゲーム動かした方がいいよね、ゲームやると飲めないんだ、はいはい、なるほど、結構お酒買ってきてるから、確かに飲みましょう、シロさんは消化できない、ちょっと全力を注いでもらいましょう、ここからちょっと俺バトルブース行きます、バトルブースこれ、あじゃあチェンジ、あじゃあそしたらドミニクインで僕こっちにして豚にしますね、シロさん、あ大丈夫ですかね、白の声が聞こえますか、いやでもまだねネクタイ取ってないから、ネクタイ取ると第二形態だから、あなるほど、まだまだ第一形態、まだ、ですか、まだ第一形態だ、17号も吸収してない、まだ変身楽しみなんだけど、ちょっと別にちょっと完成体だったら多分一回吐いて戻りますから、あ本当に、あなるほどね第二形態18号吐き出しますから、ああ
じゃあ次のお便りも並行して、はい、ゲームは板橋ザンギフが、はいはい、まあまあ適当に俺はまああの背景 BGM だと思ってもらってじゃあまあお便りもいっぱい来てるんでポンポン読みますか、うん、ペンネーム転職マンバージョン2015さん、ケイスケさんをはじめとする顔メンバーの皆さん、シローさん、こんばんは。私は土日休みの会社に就職したのですが、はい、実際は土日出勤があり、はい、休日出勤扱いの給料には加算されないなどもあり、はい、退職しました、はい、変身してる変身してる。格ゲーのイベントなどにも参加したくて土日休みにしたのですが、実際土日休みの会社でもイベント参加などが難しいことがあるのでしょうか、はい、土日休みでも休日出勤が多いなど、社会人格ゲーマーの 顔メンバーの皆さん、シローさんの意見を聞きたいです。これからの2015年、皆さんが健康で過ごせることを祈っています。そうです。もうケイスケさんが何の間にもう編集しましたからね、こっちこっち第二形態になりましたからね、シローさん。ああ、ネクタイが外れてる。もう読むのは読まないかな。どうなんすか、ね、いや、あ、土日、でも土日休みの会社難しいことだから あともうゲーム以外のプライベートはどういうどれぐらいのあれがあるかって。確かにそうですよね。でも彼女がいたら難しい、うん、もあるし、あとまあ単純にすごいもう平日ハードで行きたくないだったら、うん、ただ土日もやっぱ休んじゃうしって感じじゃないですかね。どうですかね、吉野さんでも結構忙しいですよね。うん、忙しい時期は終わったけど、今はまあ普通ぐらい。だから来年とか今年か、今年のエボもなんか行けそうな雰囲気がしてるし。おエボは結構多分前から言わないときつそうですよね。だから2011年エボに行った時は緩くて、2012、13が14がすごい忙しくて、その時期、はいはい、今年は行けるかなみたいな。いやでも会社員やりながらトッププレイヤーを続けてるのはすごいよね。そうですね。いやマジでそこっすよ。いやまあザキさんも全国でそうっすよね。でもあれあのそこはやっぱり経験値がさ、あの、はいはいはい、そうするところからもう20何年やったの、90、91年出たから、91年で今2015年、はい、2015年ですね。91年か、20ね、下手したら23年、4年ぐらいは、格ゲーをやってるから、はい、結構だから、動きが、さっきも反応に耐えられないって言ったけど、結構もうなんか、やって、対戦やって、同じ人とやってると、はい、なんかその人がもう次、何するか、だんだんね、はい、なんかもう、感覚的に分かってきちゃってこの状況はこれでしょみたいな感じで、うん、そしたらもうなんかね、あの、なんだろう、最小限の動きで、さばけるみたいな、はい。すごいなんかもうコスパ重要っすよね、やっぱ。なんか少しの時間でもやっぱりどれだけ吸収するかっていうのは結構意識しますよね。だからその無駄な力入れないとか、なんかこう、はい、その前にもうすでにいないみたいな、なんかそういうのなんかやってるとなんか意外と老快な動きがそうですね。でもなんか、うん、なんかでもストフォープレイヤーに限った話じゃないと思うんですけど、なんか俺のそのスト4のトッププレイヤーの人に競ってみんな、うん、ちょっとビールもらっていいかなもう500は1本開けたんですね。なんかそのスト4トッププレイヤーで結構みんな結構いいとこ入ってますえ結構いい仕事してるなって人多いですけど、まあどこどことは言えないですけど、どうなんだろうね。そうだね。まあその辺は俺あんまり人のことあんまり深く聞かないからな。まあなんかたまにそういう話になって、そうか、まあなんかむしろみん なんかトッププレイヤーほど忙しいイメージの方がむしろあります、ね。うん、まあ忙しいっていうのはその、まあ、みんな忙しいけど結局ゲームしてるのにおっせみんなそんなに働いてんだみたいなイメージはありますよね。時間の使い方とかどうしてます？例えば他の趣味とか、まあ、彼女がいたりだとかそういうのあるとかなり格ゲーに費やす時間ってかなり削られると思うんですけど、まずいろいろ自分なんか効率時間がまず一番大事だなって、こう、うん、どれだけ空いてる時間を作るかっていうことで、自分の場合はもうとりあえずなるべく
通勤時間とかを減らすようにして。通勤時間を減らす。なるべくその遠あの近くに、あとゲーセンの近くに住んだりとか。はい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 。おお、なんかまだね独身だから割とそこそこ自由には動けるから。だからまあ今だけは。けど多分ね、その変だし結婚とかしたら俺って多分性格的にね両立できないから多分やめますか、多分しばらくこの世界から消えるかもしれない。嫁さんが許してくれるかどうかとかそういうのもあるから、ね、いや許されても嫌だと思うんだよね、なんか気分的に。なんかもうもう十分楽しんだって感じですか。もう十分楽しんで、もう今はもうロスタイムを相当頑張ってボール大事に、ボール大事に、これもうシュートもしないし、結構長いロスタイム今遊んでる感じだから。大体もう30過ぎたら俺もロスタイムと思ってたから、5年ぐらい結構ロスタイム長いなみたいな。なるほど。一生ゴール前で遊んでる感じですね。そうそうそう、意外とねロスタイム大事にしてる。うか、まあそんな感じで、まあ土日が休みでもねイベント出れるか出れないかっていうのはその人の、まあそうですね、うん、まあ、やる気次第というか格ゲーじゃない趣味とかは今はもう、あ、今はなんか最近だから結構その体動かすようにしてて、ああそうですね、昔からなんかヨガやったりしてますよね。そうそうそう、結構なんかそのゲームと仕事だけじゃない何かプラスワンぐらい作ってて、はいはい、で今は結構そう、去年の秋ぐらいからちょっとまた走り始めて、走ってる、であの皇居の周りとかガンガン走ったりして、ガチなやつ、ガチなやつ、そしたら1ヶ月で膝がぶっ壊れちゃって膝いっちゃいましたね、うん、いやだから、ね、俺おかしいなと思って、はい、もう途中で膝すげえ痛いんだけどバカだから走っちゃうんだね。そしたらね、あの、はい、1回なんか走って最初の 1キロぐらいで、はい、膝が全くなんかもう痺れちゃって、歩くこともままならない感じになっちゃって、はい、でこう痛い、でも3日ぐらいほっといたら治るだろうと思って3日ぐらいほっといても全然、はい、全然治らなくて、マジか、で医者に行ったらすげえ怒られ、レントゲン取られてすげえ怒られて、どうなった？いやなんかあの膝ってあの軟骨だからレントゲンにこう映らないから、はいはい、こうレントゲン取ると骨と骨がなんかこう離れた、なんあの骨がと骨があって、はい、間軟骨、膝の軟骨があるからこの風に見えるんですけど、なんか左の膝だけえらい近くなってて、ああ軟骨が潰れちゃった感じ、軟骨がなんかすり減りすぎて、本当は軟骨が普通すり減るもんじゃなくて、なんかその潤滑油みたいなのがあるから、はいはいはい、もうすり減ること自体がありえなくて、しかもすり減ったらなんか距離なんか戻んないらしいんですよ。あ、戻んないんだ。でなんかもう医者に脅されて、なんかこうもう少しやってたら、はい、マジで歩けなかったよっていう。マジか。それでとりあえずそこからビビっちゃって、12月から今までちょっと今もう足動くんですけど、はいはい、もう療養して。でももう走っちゃダメって言われる。いや、まだ今月はまだダメって。今月はいや、また来月大丈夫なの。そう、今月の頭にレントゲン取って、あ、まだダメだねって言われて。あ、テーブル？テーブルやっと狙い。で、まあだからまあ最近はちょっと泳いでます。あ、泳いだ方がいいよ。膝に負担がかからないように。なんか最初大丈夫ですか？今ね、俺も飲み物入ってたからちょっとやばかったですよ。今マジ映画じゃありました俺今。正直ね、あのもう大丈夫、戻りますよ、戻りますよ、大丈夫、戻ります。だからね、まあそんな感じで、まあなんかゲームだけでもダメなんだよな、こうゲームだけでも仕事だけでも、やっぱ体を動かさないとこの年になるとね、はい、すぐダメになっちゃうから。ヨガとかやってたじゃないですか。あれ面白かったね。あれ周り女の人ばっかじゃないですか、ね。8人で女の人。あ、楽しそうっすね。8人やばいっすね。8人やばいっす、ね。8人。男が大丈夫なヨガも少ないっすもんね。あ、そう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 。ほとんどは大体女性専用で。ですよ、ね。俺が言ってた渋谷はなんか男女兼用だったもん、はい、でも他にもじゃあ男の人が一応いたんですね。あ、言いました、言いました。でも、まあ、ちょっとやって、でやっぱ忙しくなっちゃって、はい、それって始めるのがなんかレッスンが一番遅いレッスンでもなんかこう8時スタートとかで、はい、で7時半には入ってないといけないから、はい、そうすると仕事が終わるのがその
しばらく9時ぐらいの時があって、はい、だから月謝払ってるのに全然行けない、もう1ヶ月に1回ぐらいしか行けない時があって、何回行ってもお金変わんないから、はい、1万5000円ぐらい毎月払ってて、はい、でも1ヶ月に1回ぐらいしか行けなくなっちゃって、はい、もったいないから、やめちゃった。それもやってたらマジでゲームやる時間どこなんだって感じなんだけど、まあまあ、割とゲーム、ストフォーに関してはなんか、あ、ウルフォーシリーズに関してはあのストフォー、ストフォー一番最初ストフォーの時にむちゃくちゃやってたんで、まあ、貯金でストフォーの時にアホほどやったから、その貯金が結構まだ生きてるのかなっていう。マコトはでも結構やってましたよね。あ、マコトの時は結構ねやってたね。あれもモチベーション高かった。でまたウルフォーも結構やってるなと中では思ってたんで。あ、そう、ウルフォーもまあウルフォーになってアベルはまたキャラ戻しましたからね。それでまた結構やってるなと思って、めちゃめちゃやってましたね。では次のお便りは、はい欲しそう。はい、ペンネーム確定さんから。確定さんも、確定さん俺だから何やってんすか、ケンスケさん。何やってんすか、ちゃんとちゃんと読んでください。はいはい、シローさん、イタザンさん、ネコジー、ケンスケ、こんばんは。シローさんは某トパンナリーグの解説や酔っ払いで最近は有名ですが、はい、プレイヤーとしてはあまり配信等に出てないため知りません、はいはい。ぶっぱなシローという異名や筐体の反対側から来て10本やろうと言ってくるなど、はい、熱い男だと話は聞くのですが実際はどうなのでしょうか。プレイヤーとしてのシローさんも応援しています、頑張ってください。そう、これ結構やってるつもりでいたんだけど、やってる場所がゲーセンだからあんまり人の目につかないんだね。そうですね、なるほど。あの大会とかにたまに出たりとか、だからそう、配信出てないから、そういうのはあるですよね。普通にゲーセンでガンガンやってるから表に出てないと思われてるんだな。渋谷配信知らんかいや、まああとね、そのぶっぱなしろっていうのね、俺言われたことなかったんだよね。あ、そうなんですか。どこか孫は言い始めたんだけど、孫か、あれ多分嘘だよ。嘘、うん、嘘ってどういうこと。嘘だって俺その聞いたことないもん、そんな言われたこと。で、なんか俺ちょっと ESC よりを見てちょっと確信し出してるまあでも嘘だよ、陰で言われてたとかショックだな、それはずとこぶっぱなしろって言ってたよね。おっと言ってましたね。あれはただなんか真似してて、まあまあ確かに、まあ、言い出しっぺがまあだから結構やってるんですけども、確かに配信、渋谷配信を、まあ、の一旦休止してしまってもう数年経っちゃって、はい、他の配信も基本的にあんまり、あ、でも今指剣でちょっと出てるかな。あ、そうだね。だからたまにコンセプトマッチとか、そうそう、指剣にいると。今指剣シローなんでしたっけ。 YBK、 まだ YBK ですか。あれいつまでですか。いやなんかね、あの三太郎さんはなんか別にもういつ外してもいいっすよって言われて三太郎さんもなんかもともと指剣じゃなかったっすよね9段指剣見るみたいな。まあでも指剣もなんかね、脱掌とか入って割と人が充実してきたから。確かに、もう例えばチーム戦やって指剣チームだったら超強いですもんね。基地剣ともすぐ強いからね。確かにチーム戦は強いね。チームワークとかも超、今ファイブオンだったら三太郎を基地剣 R 脱掌、これシロさん、もう強い。じゃあまだ全然いますもんね、チーム戦。ああ、しんくんとか、しんさんとか。ああ、そうそう、しんさんとか、うきくんもいるし。あ、そうか、うき。だからその、ちょうどだから俺が入った頃は三太郎さんがリーグで動けなくて、はい、打賞もいなかったから、はい、指剣がなんか深刻な人手不足みたいになっちゃってなるほど。めっちゃコンセプト、コンセプトマッチ何回やりました。あれもう何回やったか分かんないけどな。三太郎さんと、あと津田さん、津田さんと吉祥寺、じゃあ吉祥寺なんか。やってないですよね。北千住 DJ。北千住 DJ さんと、その三人、あとペペダイ。ペペダイさん。四回やってますもんね。四回やってるからね。俺それ四回やってるのになんか出てないって言われてるのさ。確かに。指剣を見てないっていう。あれ結構面白いですけどね。結構かなり。あ、しかも三太郎ともやった。そう、三太郎さんもともやった。五人だよ、五人。そうそう、三太郎さんのせいで YBK になってますからね、今。ね、ペペダイ君のは俺しかも乗り込んで2回やってるからね、まあ、指剣以外でリベンジマッチしてますもんね。それだからそれで配信出てなくて分かりませんって言われたらさ、指剣がまだいかに知名度がないかって分かるよね。ああ、
そういうことですか。クロート好みなんだよね。確かにそうですね。なんかあれ普通にやってる人からするとあれってそのコンセプトマッチって本当にトップ同士だからすごい気になるんですよね。多分カジュアルじゃないんだろうな。そうだ、俺よく結構やってた感じなんでさ、そうゲーセンでもやったし配信も出たなと思って大会とかもやっぱり上の方まで来てるから配信も乗ってるはず。そう、大会も結構出てるし、ね、精力的にだからその人に対しては、あ、単純にしかもキムタクすれば過去の大会いっぱい出てきますね。あの03が出てきます。03がじゃあまあ結構出てます、結構やってます。以上。そうですね。それこそ僕もだからその友達が北斗の件やってて、うん、ラオウ使ってたから、あなんか動画、その志郎さんの動画を見てて、その時に知りました、ね。名前だけ知ってましたね。だから、その志郎っていう人のラオウがすごい強いから、それを参考にしてるんですって。なるほど、なるほど。じゃあ次行きましょうか。はい。31歳2児の母、かっこ金デブさん。金デブじゃないですよ、多分、はい、カオフTVの皆さん、ゲストのシローさん、こんばんは。こんばんは。私は世代的にカプ S2 が大好きな格ゲーです、今思うと死ぬほど恥ずかしいですが、抜きさんの M グルに憧れていました。いや、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいめちゃめちゃ強かったと思う。なんで恥ずかしいですか。なんで恥ずかしい。さて、シロさんはカプ S2 の全国大会で梅原さんを倒していたりとこのゲームをやり込んでいたと思いますが、このゲームについて何かエピソードがあれば教えてください。カプ S2 が出た時は完全に派遣ゲーだったと思うのですが、イタザンとネコジタさんはこのゲームをやっていたかについてもよろしければ教えてください。まず、イタザンとネコジーはやってない。いや、初日からやってましたよ。僕その頃は中学、高校で、だから別にもう近くのゲーセンでしかやらないですよ。あ、近くのゲーセンで、でも一応毎日5、60連勝ぐらいはしてたんで。なるほど、すごいね。村優勝はしてました。村優勝だけしてました。でもその競う相手がないじゃないですか、村優勝って。だからもう3ヶ月ぐらいやってすぐやめました。なるほど。多分カプエスってすごい長いと思うんですけど、流行った時期が、うん、だそれで言うともう本当に初期で僕はもうやりました。あ、なるほど。俺これよく言うんですけど、カプエス2でチャンコーハンとザンギとあのライデン使ったらイマイチだったんでやめました。きついよね、そのキャラじゃん。弱いっすね。もう初期から弱かったっすね。ちゃんとザンギとライデンとライデン、この3キャラ選ぶじゃないですか。まあ、グルーブね、K だったらちょっといけるかもしれない。甘いっすか。だからもう初期から、ね、もう K とか全然流行ってないっすよ、僕の時。みんな N とか C とか A だけでしたね。ね、10クルぐらいやったっすね、確か。で、その時にバーチャ4がちょうど同時に出たから。ああ、なるほど。バーチャ4をやってましたね、俺。そうですね、まあ、面白いエピソード。俺、シローさんの対戦で言ったら、はいはいはい。あ、どうぞ。いや、面白いエピソード、はい、これ面白いかどうかわかんないけども、なんかこう結構俺その時すごいガチガチの思考で、もう、はい、うお、やってねー。もうなんかやっぱりこう、まあ、そうガチ思考だって、はい、ね、いろんな人とガチやってて、いや、はい、もうホームページとかでもう誰とでもガチやりますみたいな感じで、また半年かけて10戦やろうっていう感じですか。いや、もう10戦じゃない、もう30試合あのゲーム1試合超長いから30試合やると2時間で収まらないぐらいの、はい、それを結構やってて、で、なんか1回あの、ま、バルグ戦の誠って知ってるでしょ。あ、誠、こっちにいてて、誠ちゃんも、はい、カフェス超強くて、ピーグルでね、はいはい、であと伝説のタク、ピーグル使ってたの、伝説のタクって知ってる。ああ、はいはい、電卓さんはよく似てるって言われて確かに。もうケーグルの、まあ、その時ケーグルもかなり強い方、はい、で、みんなもう乗りに乗ってて、え、C の俺、はい、で、三つどもえで、おっとガチを撮影しようって話になって、そう、撮影その時ナンサー記事とかじゃなくて もう勝っても負けても30試合、はい、30試合を三つどもえでやったから、はい、計90試合、もう1日やったんだけど、1日ばかりで撮影したんだけど、はい、その時にね、なんかこうで当然空いてる人には立ち会い人みたいになるじゃん、はい、で伝説のオタク対まこっちゃんがやってて、で伝説のオタク、その時計って結構そうやって P って結構弱かったのね、はい、そうです。で、伝説のオタクは、電卓っていうか、電卓は、は
最初すげえまこっちゃんにモリモリ勝って最初の10試合ぐらいはもう8、2ぐらいの、はい、8、まあ、もうすない7、3ぐらいで勝ってノリノリだったんだけど、はい、そこから超対応されて、はい、30試合のうち次の20試合ぐらいでもうボロ負けしちゃって、はい、でもう俺が見てもこれ完全に心折れて、はい、本人ももうすげえ苦しそうな顔してて、はい、で 俺の方振り向いて、はい、シローさんもうこれ20まだ30試合やってないですけどもうここで終わりにしていいですかって言われて、はい、俺ガチガチの思考だから、はい、ダメだって座れって出て泣きそうな顔してる電卓を思いっきり座らせて、はい、最後もやって、まあ、最終的にはもう20対10みたいな感じになってダブルスコアになっちゃったんだけど、はいはい、それでもそこで途中で逃げ出す、はい、ね、ことを許したくなかった。おー、なるほど。だからどんなに苦しくても最後までやったら後ですごくやっぱりこう自分にとっていいことに、やっぱね、負けることも大事だし、その時結構電通のオタクって結構いろんなところで大会で活躍してて、はい、それプライドもあったと思うんだよね、はい、強かった、うん、強かった。でそれがもうまさにもうボロボロになりかけてるところで、その振り向いてもうやめていいですかって言った時に、はい、俺はフォローにしてダメだって言ってなるほど。それだ、あの3人しか知らないんだ。あ、それ別に録画した、いや周り誰もいないから、ないんだ、誰もいない、かそったゲーセンで3人だけでやってて、すごいストイックな感じでずっとやってて、そういう風にやったんだ。まことくんのピーグルはなんかピーグルの中でも突出してましたよね。 あれはもうダントツだった。あのゲームでピーグル使ってる人いるんだと思う。 P で K に勝つって本当ありえないことだ。やばいよマジで、超きついから。ピーグル、俺もピーグルだったんですけど。ピーグルだったんですか。これ見たことないですか、あのゲームでピーグルって。俺ブロッキングがあるんで。あったけどなんかしょぼいブロッキングじゃないですか。なんかブロッキングなんかシビアじゃない、あのゲーム。シビアでしたよね。ちょっとやったことあるけど、ほらシビアだし、俺は一回使ってみて違うと思いました。でもそんなにね、時間停止とかそういうのを優遇されてないから。いやそうなんですよ、なんか早い技は全部かかってなきゃいけないから、うん、なんかその差を取るじゃないですか、ちょっと一瞬。そうだね、あれがないからサードのブロッキングが強すぎるから、うん、それでちょっと調整されて、はい、ああそうなんだ、なるほどね。あれ、あのピールきつっと思いましたよね、うん、やっぱね、そういう途中で、ね、逃げ出す人間にはね、育てたくなかったんで。そんな時点で俺結構、うん、でもその時で俺まあ23歳ぐらいか、まだ。でもあの時だったら、まあ真ん中ぐらいですか、まあ、24ぐらいですか、そう、23ぐらいだから、まあそれでもやっぱりガチをやるっつって、もう席に座ったらもう泣いても笑っても、まあまあ決めましたからね、もう座っ、もうダメなんだよ、30先やるって抜けちゃう、そこをね、抜け出すような男っていうのはやっぱダメなんだよ。確かに確かに、わかりました。誠くん一時期もう全グループ合わせてもなんか全一って呼ばれてる時期なかったですか。そうそう、いやもうなんかね、やつの一時期のこう勢いというのがすご、勢いっていうかもう努力が、努力の人なんですか。超努力だよ。だ最初東京に来た時とかもう本当なんかもう鼻ほじってても勝てるぐらいの勢いだったから、そうだんだん鼻ほじれなくなって、あ、これまずい、まずい、姿勢を正してでも負けるみたいな。だんだんそうみたいな。あれ頭角を表してきたのはなんか、まあもう全キャン出てからですよね。あ、もう出てずっとあって全キャンでピーグル余計きつくなったんだ。はい、ピーグルはさ全キャンがないから、ないですね、周りが単純に強くなったから、はい、それなのにもうあらゆるプレイヤーの中で誠くんが今全一なんじゃないかって言われてる時期があって、全キャンもないのに、そう言っちゃえばこうやって辻式ないのに、ね、もっと強いから全キャンの方がで、ね、例えばなんだろうな、それだけ売ることないのに、あ、辻式でも結構合ってるかもしれない。そういう技術がないのに、うん、そう一番強いマコトバルログはね、俺の中でマコトバルログなんですけど、やっぱ素方めちゃくちゃ強かったから、まあそうですよね、バルログでやっぱそうめちゃくちゃ強かったから、唯一バルログで結果を、まあ、結果というか結果はないかもしれないですけど、まあ強いって言われてた、まあ ね、うん、この人はマジで素方の時やっぱバルログやっぱ最弱あるんじゃないかって言われて、うん、その中でもやっぱマコトバルログだけはね、めちゃめちゃ強いし、強いんじゃねえかっていう。あの人がいたからむしろバウログを一重に弱いとは言えなかったと思いますよね。 あの人勝ってんだもんだって。そう勝ってるってことは強いじゃんって思っちゃう。そうだってね、S4 の闘技でもね、あの時戸豪輝とおじさんサガットを倒してたからね、当日打線で上がって、
スト4のバルグってさ、超弱いじゃん。超弱いで、しかも下がったとこ起きてガチガチのチームをさ、積みですよ。しかも特にその2くらいには辛いっていう組み合わせだったんで、ああ立ち台系になってガードしちゃうとか、そうそうそう、2位が5ループするとか、あもうなんか2位をガードしたらもう抜け出せないとかでしたよね。そういうプレイヤーがね、カプエスは色育ってるね。確かに、どうしても相当面白いゲームでしたよね、あれ、うん、今思っても。いや相当やったね、あれ、あのゲームは。カプエス、カプエス出してほしいな。カプエス2はカプエス出してほしいな。あれ3、3行こう。決戦は3出そう。なんで俺、だってめちゃめちゃ面白かったもん。 1からしても面白かったし、あれさ、1の時点で面白いし、2ももっと面白かったし。カプエス2ってさ、家庭用もネット対戦できる家庭用もないし、あの、そうそう、今あるネシカとかにもないよね、うん、最近ゼロスリーがネシカに入ったけど、うん、それカプエス2はないよね、うん、ネット対戦ありませんでしたっけ。ない、確かない。昔できるけど、ラグがすごかったみたいな。それはなんか、ドリームキャストとか、ドリームキャストしたのかな、わかんないけど。私、カプエス2自体、あ、でもカプエス2は違うか。カプエス1は、ゲーセンと同時だったんですよね、確か。そうだっけ ?1 は確か同時だったから、俺、家でやったんですよ。2は、ゲーセンが先行だったから、ゲーセンでやったんですよ、確か。そうだった。いやー、でもなんか今まで俺が見てきた格言の中で一番なんか印象に残ってるのはカプエス2が強いかな、やっぱ。マジで、うん、確かに。で、カプコンゲームやってたし、うん、あの俺 KOF 大好きだったから、すげえ俺的にはこうすごい夢の共演 で、うん、で最初カプコンキャラ使った、あの SNK キャラ使ったら、 KOF キャラ使ったら最初すげえ弱くて最初の頃は普通にサガトとか、あのブランカとか、あの辺使ったのが絶対強くて、うん、ホンダとか。ちょっとよりこんな感じとか思ったけど、やっててどんどん面白くて、あれから響きとか強かったし、こっち帰った。あんだけキャラたくさんいるのにそこそこバランスいいから。いや、そうなんですよね。多分グループも選ぶ意味があるというか、そう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 、全然分かれるんですよね、人によって。これ一択じゃなくて、グループによってその個性全然違うからね。そう、あのゲーム本当面白かったな。家に第1回闘撃のファンがあるんですよ。ああ、2003年だ。そう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 。第1回って2003年だった、ね、結構顔があって面白いですよ、あれ。あ、確かに今配信見てる人とかから見ると結構お宝かもしれない。もう第1回って2003年なんですね。2003年、もっと古いのかと思ってた。2003年です、あれ覚えてる。初見の F も2003からだった。あんなかったっけ。水、氷なくてもいいか。水とコップがあれば。この水を飲むのがあれなんですよね。あ、この水ダメ。いや、いい。それか、なんかあるかな。シロさんどんどん。もうね、缶がないからね、こう。あ、そういうのでいいよ。ここ山崎をねちょろっと飲んで、ああ、そうね、割るものがないらしいんだね。氷がないんで。ストレートは、ああ、水だった、あ、水だった、あ、炭酸、あ、炭酸水、あ、レモンか。まあまあ、あ、普通の炭酸水があればいいな。山崎には専用炭酸水があるんですか。あ、いや、あー、そうなんですかね。なんかこう普段あんま山崎飲まないんで、ただコンビニあったウイスキーがこれぐらいしかいいのがなくて。終わんない、終わんない、終わんないかな。ちょい残り、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 しかもゲージがカット。あー、いたー。来ましたね、来たこれ行かなかったらもう即死だからね。いっぱいありました。あ、すごいいっぱいあるね。あ、ある。なるほど。いっぱいありました。あ、普通炭酸水いいっす。強月。強月、なんだこれ。ウイスキーかな。大丈夫かこれ。ブラックニッカ、スピリタス、
答え公開いろいろ。今このスイッチはこの何人ぐらい見てるんですかこれ。これは今何人ぐらい。いや何人何人。まで何人の前で見てるかによって俺はちょっと緊張しちゃうからさ。二三十人ぐらいです。28人です。あ確かにあの28は見えるな。28.35。短くじん。0.3。その言葉、その言葉はね、俺NG だと思うよ。今 NG です。今俺、普通に整ってると思ってたとか一緒じゃん。あいつは、錦が応援に。あ、錦。錦、なんで今日来なかったんだよ、マジで。錦さん今日来る予定だった。聞いたんすけど、ダメでしたね。あ、まあまあ、やんごとなき理由でね。似合うな、そのワード。やんごとなき理由。やんごとなきとしか言って、やんごとなきって言ったら大体わかりますけど大体いやいや似合うかどうかってあるじゃん、シロさんが言うか似合うんだよ。言ってみね、ゴジやんごとなき理由でって短物かしそれなんかさ、それはなんかよくあの会社でやりますよね、そういうテストなんか現場しよくあるんですよね。やっぱり映ってなくね、もうちょっとこっち来た方がいいよ。いやいやいや、おこがましい多分映ってるんじゃないかね、でも映ってないでコメントだよ。映ってないっすね。え、ほんとになんかさ、はい、あの最近誰に似てるって言われるの。最近誰に似てる。昔はなんかイックに似てるって言われる。昔からいろいろあるんですよ、だからイックン、小室哲也、斉藤陽介、大悟。そう、斉藤陽介だと思いますよね。誰か、あともう一人超似てる人がいる。電卓、あともう一人やんなきゃ。あの役者さんの誰だ、誰だっけな、超似てる人がいる。誰だろう、名前出てこないな。宮川一郎太。あ、宮川一郎。あ、まあちょっとこれが一番似てるんですよ、多分。あ、確かに今ね、宮川一郎太成分結構強いわ。俺の中ではね、そうっちゃんもあったわ、確かに。あー、確かにね、宮川一郎太ね。宮川一郎とはまず兄弟だろ、これやっとんない。兄弟ですね。似すぎだろ、これ兄弟ですね、それ無理と。猫にもそれ飲んだらこれ飲もうよ、美味しいから。すらおー、取る。これぐらい出て、これで割れます。すげえ、マジで。あとマドラーがないからちょっと適当混ぜて。あれ、錦さん。錦が入るから。わかるか。いや、わかる。錦ね、本当ね。人読みが。うん、人読みの時代に来ました。錦さん。相当今温まってるよ。あ、本当に。ちょっとラインダウンとか。あ、マジか。厳しく言っててください。あの甘やかしいんでね。そう、電卓と一緒で甘やかしちゃダメですか。あ、でも錦戸もあるな。じゃあその若い子が板持ち上げるように言うのが錦戸なんですよね。確かにそれです。今ね、一式ね、板山酒飲んでるのにわらみたいな感じで。板山は酒飲んでないはずなんですよね。シラフで負ける。俺だって飲んでるかもしれない。俺だって飲んでるよとか言って。まだ来てんだ。また来てる。そう、ね、ブランカなんかあったっけ今回ですか。あんまり分かんないですね。大1個前の調整はまあでかかったですけど、ウルフォーの調整とかは今回は分かんないですね。ザンギさんは俺、棚橋にしてるんです、棚橋。え、棚橋でプロレスラー。あ、小橋だ、小橋健太。プロレスラー側だね。プロレスラー側なんですよ。完全に小橋健太です。手割れるね。おっ、ね、2003年ぐらいのトイハウレットの板さん、全然違ったんだな。なんか昔、なんか消えたナイフみたいな。なんか、
今昔白臭かった今なんか丸まっちゃったね。ほらいいバレている。前に来る座って昔の写真だったらこの写真お写真見ると、ザンギさん、どんだけ仲良くても、多分ザンギさん煽れないですもん、昔の写真のあれ。ちょっとなんか、やばい、なんかこう、ちょっとね、ヤンキーさんがある。いや、マジ刃物を常に持ってそうな。ナイフ持ってんすよね、常に。いや、錦木、温まってる、これ。ブランカでね、ザンギ、結構自信あるはずなんよね。いや、あるはずですね。いや、でもね、パンが負けちゃう。パン負けちゃう。おっと、おいしい。うわぁ安い、安い、安い。ザンギさん動きすぎじゃないですか、俺いつも思うんですけど。俺今日体勢でも結構動いてるよ。確かに。俺も自分で動いてるなと思って、久々のゲーセンで。いやね、このザンギの、ザンギの方が弱魔に進まなすぎてちょっとビビっちゃうんで。そうなんですよ。そうなんですよ、あれ。難しい。壊し先端バリとかでバリ当たんないんですよ。そうそうそう。だからそこでスモーク食らうんですよね。認識ね、困るとすぐサプライズフォワード。そうそうするする。そう、すぐね、サプライズフォワードするからね。3ゲージ溜まったから任せる優勝みたいな。あ、かぶった。あ、かぶった。かぶった。かぶった。しかもさ、タイミング悪かったっすよ。うん。しかも今さ、絶対さ、バーチカル任せるみたいな。バーチカル任せるやろうとして絶対。いや、今、多分ここ3人は、ここ3人だって絶対読めたもんだって今。絶対サプファーでしょって思えたの。俺でもね、ちょっと怪しかった。あの、まあスクリーンでいいかなと思ったんで。はい。でもまあ絶対サプファーバスかなって。まあこれかなって思ったじゃないですか。ああ、いいっすね。あのプププってこう。プププって感じですよね。プクスクスって感じですよ。プププってライン送りました。3文字。3文字。今一番適切な3文字を送りましたね。何の話だったっけ。そしたら何したっけ。何に似てるか。あ、それか。それだったっけ。でも、ザンギさんは絶対小橋です。小橋健太。小橋健太、出してください。小橋健太。宮川一郎太郎。いやー、これ嫌になられたな、これ。これ似てないですか、小橋健太。小橋健太じゃないですか。確かに似てるね。似てますよね。なんかね、スーツ着てるのがすげえ似てるんですよね。シローさんなんだろう。シローさん芸能人です。コアラ以外です。コアラは間違いないですけど、コアラ以外です。芸能人なんかあります、シローさん。じゃあこう今見てる人に、見てる人に書いてもらおう。コアラ以外に。コアラ以外に。コアラ以外に。配信見てる人に、シローさんは見出しが分からんか。はい、おしゃい。芸能人だ。ビーバーは芸能人じゃないか。ジャスビーバーじゃないしな。どうしたらスクリーンスロットしてんだ。西か、あんまり西教授してるの西か。え、西どんなんすか。最近見てないから分かんないからね。西、あー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 だな、これ。でもそんなどっちかっていうとなんか伊予さんかなと思ったんですよ、最初の画像って。左の2番目、上から2番目見たら、俺、伊予さんかなと思ったんですよ。あー。久しぶりだ、西。西好きでしたね。職人っぽい感じで。え、でもちょっと違う感じしますね、僕は。西ではないなと思います。いや、でもね、俺がね、震えたのはさ、あの、会社でもさ、こっそり壊れててさ、ゲーム界でもこっそり壊れててさ、そこ共通すんだと思ってた。そこ壊れてるんですか、会社で。あ、震えたわ。うん、あんまりでも会社の話言っていいのかわかんないですね。だってさ、違うコミュニティでさ、同じものにさ、たどり着くってすごいよね。同じ位置にいるって。愛されてます、ね、でも。いいよ、俺コアラ全然嫌いじゃないし。あ、どっちもせんだから、言いさせて。はい。おわ
絶望が入った。そう、コアラが鉄板すぎるんですよ、確かに。ここ、あ、ゆしきさん、ようやく酔っ払いに勝つ。これ勝てんわ、これもようやく酔っ払いに勝つ。これ無理だわ。ただまあ2勝1敗で終わりだわ。無理だわこれ。もうやんなくていいわ。勝ち越し、勝ち越し。シロさんがやんなくていいんだったら、そうなったら。蹴ろ、蹴ってこう。蹴っていきましょう。錦金蹴っていこう。だって1人参戦前でしたね、さすがに。配信なんで。配信なんでさすがに。スラ。もうね、動かないよこれ。あれザンギさんがなんかスラっていう時は、あ、前に来る。あー、今前に来る、分かったんだけどな、俺。もう言ったじゃん、今。確かに。前に来る前に言ったじゃん。確かに。でザンギさんが声出して波動拳とか飛ぶっていう時は飛ばないっす、絶対。そしたら無言でいう時は合ってるんですけど、読みがなんか言うと合ってないっすよね。まあさすがに錦金さんは4連呼はないよね、さすがに。配信も張ってると思うっすよ、やっぱり。いやでもなんか他の人は入ってきてくれても全然。確かに逆に譲っちゃダメだよね、なんか。来るだろうな。いや、これ2勝1敗、見事だわ。来た。来ましたね。いやー、まあいいんじゃない。あれ、煽ったって。もう連打しましたね、今。レディー返しちゃって。連打すんのはゲームの中だけにするよな。マジで、ほんとね、だからそのザンギブランカとかさ、やってる人が誰も楽しんないからさ。確かに。むしろ絵が悪い。絵面が悪い。確かに。気にしないで、叩いてくれやつ、これ。でも、ここで負けたら相当差を開く。確かに。じゃあこの人たぶんストレスたまるのはたぶんザンギなんだよ。次のお便りいきましょう。はい、あ、そういうのはそうでしたね。もう消化できない、このままで。大人ですね。はい、はい、じゃあこれ残り物の皆さん、シローさんこんにちは。はい、残り物ってどこだよ。シローさんのウルフォーで嫌いなキャラを教えてください。アベル使いとして昔はザンギに苦汁を飲まされてきたと思います。それでは失礼します。嫌いなキャラ。嫌いなキャラ。カズノコユン。カズノコユン。あ、それはカズノコユン。カズノコユンじゃん、アクション。さすがに。いや、ごめんなさい、ユンじゃない。カズノコユン。カズノコユンです。あれ、ちょっと違います、あいつ。こういろんな人が嫌いそうですね。あれ、マジで嫌いなこの人にしますよね。これが嫌だって行動をずっとしてくるんですよ。いやー、もうそれはもう すぐ思いついた。天敵っす、天敵。天敵はカズノコユンです。ああ、以上。面白いね。ブロックしよう、ブロックしよう。ダントツしますね、あれは。あ、危ない。じゃあ次のお便り行きましょうか。はい。まあそうなりますね。そもそもストフォンの時、多分シロさんも別にザンギそんな苦労してないですよ、ね。まあそんなに別にザンギはね。うまかったよ。まあ家族言うんだよね。トータルすると。トータルすると一番ムカついたのは。ダントツでムカつきます。さあ、しかもあいつさ、何がムカつくってさ、家族やってるじゃん。はい。で、俺がちょっと横空いたから横入って、お久しぶりって言ってやるじゃん、うん、そしてしばらくするとさ、カズノコがさ入ってくるんだよね。おかしくない？回ってきますね。あのさ、ゲーセンのさマナーとしてさ、はい、一回同じ側に行ったやつはさ移動しないっていう、そんなに相手側には行かないっていうさ、暗黙のさゲーセンのマナーがあるじゃん。ありますね。暗黙の了解あるじゃん、はい、あいつさ横並びやってたと思ったらさ、あいつ自分から移動して反対側から入ってくるってことは、はい、相当アベルとやりたいなって。狙ってます。狙ってます。狙ってます。確かに。あのゲーセンのマナーを知らない。確かに。なるほど。ダメかー、いらんかったの。あ、前に来るよ。あ、うわー、体力難しい。あれ難しいな。おい。読んでたのに。おーい。ちょっとタイミング間違ったのに、今カウンターしたな。運のいい野郎だな。鏡中継やろうですか、EX 呼びで。いや、まだ、何でもいいやろ。ダブラリズ。いや、でも EX さんもね、無敵ないからね。打撃無敵はないからね。1点欲しかったよ。でも、一回ね、カズノコユンにね、超勝ち越して、いちいち終わった日があって、超気持ちよかった。なんかね、3連勝ぐらいして、1回負けて、はい、もう勝ち逃げでしょ。
あ、もうやんないみたいな。もうやんない。もうやんないみたいな。いや、もうやんないってか、もう時間も結構遅かったから、もうちょっと一杯飲んだから、はい、ごめんね、俺飲んでるからって言って。もう疲れちゃった。ごめんごめんって。なるほど。そういう時ありません、確かに。多分飲んだアピールしてね。飲んじゃったんだけど、はいはいはい、飲んじゃったけど、もうちょっともうね。もう俺はもう、時間だから。もう時間だから。あの日だけは俺は相当ね、気持ちよく寝れた。なるほど。あ、お便りでね、某配信で、はい、カズノコのことをゴミと言ってましたが、はい、もう一度そのシーンを教えてください。あの、すいません、覚えてません。カズノコゴミと言ったね。ゴミと言ってたらしいですよ。いや、言ってたらしいけども、うん、見てないんですよ。あ、見てないから覚えてないんですよ。覚えてないし、見てないから、どういう経緯で言ったのか全く覚えてないんです。ゴミだとは思います？なん、いや、なんだろうね。俺多分だからね、そのね、あの、俺の方に回って対戦することがこう俺ゴミだと思ってね。あー、俺もあんまり両親の嫌いなんすよ。俺ら最近決まってて、対戦だったら手前で絶対やるんですよ。それ決めてるんですよね。あ、三一。え、三一？三一来た、三一来た。トリプルスコア。二二にしたかったの本当は。あー、まあこれね。オンビね。そう。トリプルスコアですよ。もう。さ。ちょっと3位じゃちょっと、あ、これ、トバガミ終わりでしょ。終わりっすよ。トバガミだったらもう終わりです。さすがにトリプルスコアは電卓さんでも、電卓さん対誠さんでも確かに終わり、ダブルスコアですから。あ、確かに。これはトリプルです。トリプルです。トリプルですよ。終わりっすよ。もうさすがに、さすがに、あおあおり、さすがに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 クエスチョンマークというラインを送りました。さすがに送りましたね、それは。いや、もう3位じゃないですか。もうトパンガリーグはもう終わってるから。終わってますよね。もう、あ、はーい、トパンガリーグ、トパンガリーグですから。トパンガリーグ、トパンガリーグだったら終わってる。いやー、早くバージョンアップ来たらな。早くバージョンアップ来たらイタダン勝てたね。確かに、バージョンアップしてればな。なぜこっちは勝ってるみたいな。バリシングが早くプリが離れてくれれば。おかしいな。弱くなってんじゃないちょっとブランカは多分強化する。錦から。あ、そうだ、ブランカ、そうだ、思い出した。もういいって言いました。錦からね、もういいっていうライン。もういい、もう諦めたか。また来年な、2016年だ。もうトパンガリーダーもう死亡だから、死亡ですから。もう死亡、もう死亡、もう死亡。西崎を来てほしかったな。一回あったんですよね、その残念じゃないよ。シローさんと錦さんとワンチャンさんを呼ぼうって話あったんですよね。そうだね、ミステ君は多分ね、俺と錦がいれば来るよ。ですよね。どうすか、ケスケさん。はい。いや、一回その、シローさんと錦さんとワンチャンさんを呼びたいんですよ。ああ、確かに。いいじゃん、それ。ミステ君呼ぼうよ。そう、仲いいし、ワンチャンさん、今一番やり込んでる場所じゃないですか。やってんの？やってる。多分、ウルフォー一番やってますよ。今、全員一じゃないですか。だってなんか、まあ、確かにやってない時ないね。いや、なんか元々ちょっと遠くにしてたんだけど、対戦借りたかって今対戦から歩いていくために引っ越したから、ね。マジで？素人式じゃないですかこれ。そうそうそう。確かに。今ね、対戦から歩いて15分ぐらいのところに住んでる。モチベ高いな。だってね、それ結構正解っすよね。それができる人は。そう。もしワンチャンさん呼びたいっすよね。ワンチャンさんアップ対して対戦1位2位ぐらいのもう愛されキャラですよね。すげえ強いんだけどね、なんかすごい謙虚だからね。謙虚っすね、めちゃめちゃ謙虚っすね。あと大会日よりますね。でもファイボンだけ強いっすよ、ね、あのファイボンのね、ネモ戦は痺れたね。痺れましたね。いや、ファイボンの店さんマジ強いっすよね、ワンチャンさん。相当神がかってたってあれだけど、なんかすごいなんかやっぱこうオーラがあったよね、はい、ありましたね。しかもミッセ君は結構ね、まあ、仕事もすごいからね。もうバリバリ、バリバリですよね。わかんない、知らないわ。バリバリの、なんですか、ね、まあ今は、まあ、それ本人に聞いてください。ミス君のはね、あんまりこいちゃなんだけど、あんまりないですか、設定、うん、そんなになんかちゃんと話したのと同い年なんで、結構気さくに話してたんですね。あ、そうか、そうか、そうだね。あのエボでね、2013か、エボでね、はい、一緒に行ったんでね。あ、キムネが、ミセ君がちょうど成田に来て同行したんだよ、確か。その時に、まあ、結構絡んで、はい、まあ、でも割とそれぐらいっていうか、もういい人オーラがすごいです。いい人オーラ、まあまあそうだよね、スーパーシーシー。スーパーシーシーっす。あ、伊藤さん、マイクに音が入ってないらしい。あ、ちょっと遠いっす。なんかもう遠いところが曲がってますもん。じゃ
ちゃ危ない。ちょっと、波動が危ない。ちょっと、錦のせいでさ。確かに。それはマイクずれるわ。いや、正直さ、錦さんにちゃ相当嬉しいはずだよ。いや、でもね、言うてもね、俺結構ね、自信あったっすよ。いや、それでも嬉しいじゃないですか、さすがに。いい、そんな、やめてくださいよ。トップブランカって、覇王っすよ、覇王。あ、そか。日本一位ですよ、今。あのブランカ。確かに。日本一位のブ、そうっすからね、今。韓国も取ったよね。そうですね。ウルフォーにおいて、日本一位のウルフォープレイヤーですから。君が PP 返してて。PP 返して。PP 返してて。あ、これランクマ？ランクマか。ランクマか。え、ただランクでしょ、魂の削り合いか、これ。え、4000からもう4600なんですよ。あ、増えちゃった。すげえ増えてるんですよ、実は。波動シロさんと。あ、じゃあ、俺に言ってんだ。俺に PP 返してって言ったの。あ、そういうこと。いや、じゃあ俺猫 G がやりますって書いておくわ。やってないんで、あの、もう勝てないですよ、最近ブランカに。じゃあ猫 G でもいいって、LINE 行くわ。確かに猫 G やる、たまには。これでもいいですけどね。ほっ。あー、下がんねえか。俺今、ちなみに俺もう左手しびれてますからね。しびれてないっすわ。あー、ほっ。俺たちの錦金対俺たちの猫 G で。確かに、迷ったな。3人バランスよくやった方がいいよね。でもウルフォーになったから俺、錦金さんに巻き越してますよ。いや、今回のブランカアベル辛いよ、結構辛いっすよね、あれ絶対。みんなね、そのこと言わないんだよね。なんか一向にアベル有利でしょみたいな感じで思われますけど、辛いっすよね、あれ。ほら、ほら、逆に思いますよね。さあ、そんなこんなしてたら、表顔 TV の終了の時間が近づいてきましたが、あれ、え、裏顔 TV、まだ裏顔 TV に出ますか。え、ま、1時間延長ボタンあります。1時間延長ボタン、延長っすよ。いや、シローさんが言ってんだよ。いや、配信サイトがあれだけど。ああ、そういうことですか。あ、まあ確かにね。まあ、表顔としては、表顔としては、え、あの、裏顔っていうのは生放送、ニコニコ生放送です。裏顔の方がどっちかというと、もうちょっと砕けた感じ。これよりもね。無料配信ですか。無料です。だから 120% のシローさん出していいですよ。酒は足んないんじゃないですか。まあまあまあ、俺が言うのもなんですけど。じゃあ、あの、表顔 TV はもうそろそろ終わりの時間なんで、裏顔 TV にこれから突入します。はい。師匠さんが言うのはしょうがないです。しょうがない、やんのづらき事情でね。先生が言うのはしょうがない。師匠なんだ。はい、じゃあ、まああと2分ぐらいありますけど、話足んないよね。あ、早い話が。確かに、もうちょっとね。今日は酒が入ってるせいか、時間が短いです。違う、確かに2時間が早すぎる。2時間じゃないですよね、絶対。気がついたらもう終わりか。いや、相当短いっすよ、今回。ちなみに俺、左手拭いてんのマジでしたからね。ちなみに、マジでしたからね、俺。大丈夫？いや、なんかマイク持ってると重いのも相まって、拭いてんですよね、なんか俺、左手が。いや、俺ね、今日、あの、表顔、まあ、来なくてもいいかなっていう感じではあったんですけど、ちょっとシロさん来るってなったら来なきゃいけないなと思って来たんですけど、来てよかったっすね。よかったよかった。まだ、これ今、まだ3回表ぐらいっすね。え、これ今配信中？一応そうかな。配信中ですよ。3回表ぐらいですよね、今。まだ3回表。打順一巡してないですよ、まだ。まだ。なるほどね。うん。まあね。裏はワイプないんですか？ない、ない。つけようと思えばつけれます。つけようと思えばつけれます。あったほうがいいですか？コメントでワイプ欲しいって。あったほうがいいですよ、絶対。酒飲むんだったら。まあ、確かに。それはまあ、あの、ね、ケイスケさんのあの指一つですよ。そうっすね。あ、もう早速、もうすでに取ってますよね。スタンバイしてる。取ってから締めます、ね、じゃあ。そうだね。そのまま続く感じにしますか。まあ、切り替わる感じで、ゴッツガーデンのチャンネルの方で配信しますんで。ゴッツガーデンチャンネルの方ね。ちょっと、お手数ですけど、ちょっと、クリックしてもらってね。はい、シロさん、まだ3回持ってたって言うから。まだ2回っす。2回5分の1です。俺は、明日結構午前中から動かなきゃいけないの。そうなんだ。なんて今なんて言いましょう。午前中から結構動かなきゃいけない。あ、動かなきゃいけない。はいはいはい。大会があるんです。あ、そうですよね。確かに明日大会があるんでね、はい、僕もそうなんですよね、うん、行くの結局。はいはい。あ、別々の味があるってことね。はいはい。ちょっと俺もちょっと行けないですけども、明日なんて大会だっけ。わかんないな。CWC みたいな名前じゃなかった。いや、名前わかんないな。英語だから。
要はその大会で六本木でやる大会で、まあ、勝つと、フランスへの招待なってる大会。六本木の、うん、なんかこう結構有名なクラブみたいな。はいはいはい。もう少しでいいかね。そうですね。もうないっすよ。うん。どうしますレモンにします。それとも水にします。あ、まあレモンでいいっす。もう味わかんねえから俺バカだから。バカだから。これバカだから、もうレモンが入ったら味わかんない。ももち、にしきん、にしきん出るんだ。ダイオシ、ダンヒル、ピチケン、シロ、プゲラ。もうプレラには勝てるな。なんでですか。イブキ戦得意ですよね。いや、ま、負けたことないの。甘いですか。なるほど。2回しかやってないけど。それちょっと、あの、ケイスケさんとかが言うやつなんで、それはシロさんが言うやつ。もう年いくとね、それは痛くなるから。まだちょっと、まだ早いです。あの、まだあの、あれですよ、あのロスタイムロスタイム終わったらそれやってください。確かに確かに。 俺ロスタイム終わってる感じだ。しかもこの5本ね、プレイヤーさん良かったね。良かったですね、伊吹戦。やっぱり自信あるって言ってたから、やっぱりそう、その前日戦は奥君もぶち殺したしね。奥で修行してよ。その前日は、ね、奥君と伊吹をね、奥すぐ前進するから。次の日にはもうプレイヤーさんと伊吹を倒して、はい、伊吹には負けないマンだから。マジで俺、伊吹戦大好きで、はい、絶対負けないんだよ、伊吹戦は。みんなね、アベレ使いみんな伊吹嫌いなんだけど、そうそう、ね、俺に伊吹好きなんだよ。エビ原さんだけ嫌いっすね。エビ原くんマジうまいよ。エビ原さんの伊吹はアベレ戦はかなり強いっすね、うん、他だったら別にそんなにいったらですけど。え、これまだ配信の続いてる。あのね、むしろね、シロさんの手を待ってるんですね。なるほど。あのちょっとチャンネルに切り替えます。もう、はい、そういうのありますよね。すぐ始まるんで。はい、じゃあすいません、あのお願いします。大きいこと言っちゃいました。ちょっとここは一つお願いします。じゃあ表側 TV チャンネルで配信終わってると思って喋っちゃった。ゲストはシロさんでした。ゲストはシロさんでした。ありがとうございました。パチ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 。